私らは砂漠に慣れちゃいるが、それでもいつかは風車とおさらばして。場所をブラブラするのが好きなんだな。あ、ディシアだ。っておいおい、オイラたち別にブラブラするのが好きってわけじゃないぞ。いつもやってるのは真面目なことだし、まあ旅とは関係ないかもしれないけど、まあいいや。それでお前はここで何してるんだ？さっきまで砂漠でお得意さんの依頼をこなしてたのさ。特に語れるようなこともない普通の護送。今から報告に戻るところだ。遠くからあんたらを見てたが、何か真面目な話をしてたみたいじゃないか。私にも聞かせてくれよ。マジか、そいつは驚いたぜ。まああんたらはもともと旅人なわけだしな。ひとところに落ち着けないってのはわかる。でも今後は今日みたいに偶然顔を合わせることすら贅沢になっちまうのか。すごく寂しいぜ。そうだ、傭兵仲間たちと一緒にあんたらを送っていこうか。いやいや、気持ちだけ受け取っておくぜ。まさかディシアがこんなにオイラたちとの別れを惜しんでくれるなんてな。また機会があったら遊びに来るぜ。そうか。この砂漠を越えていくつかの水路を渡っていけばフォンテーヌだ。あんたらなら何の問題もなく着けるだろう。それでいつ出発するつもりなんだ？待てよ、まだスメールで食べてないもん。なら私も送別会をやるなんて野暮は言わないでおくよ。余計しんみりしちまうからな。今思えばスメールが今の姿になったのもあんたらのおかげみたいなもんだ。やっぱ英雄ってのはいつも静かに去っていくものなんだな。でもナヒーダにも挨拶していかなくていいのか？確かにな。じゃああいつを邪魔しないでおこうぜ。それじゃあここらでお別れだ、旅人パイモン。雇い主としてでも友人としてでもいつでも会いに来てくれ。Yeah.
は発達してて、変な機械がいっぱいあるって聞いてるぞ。観光客としてってのも悪くないけど、何か目標を決めた方がいいんじゃないか。どう思う？そうだな。前もオイラたちに有用な情報をいっぱいくれたのはナヒードだったしな。属性の七姿勢はオイラたちが今接触できる中で一番いい情報源に違いないぜ。おう、情報は OK。 でも水人ってオイラたちと気が合うタイプだと思うか？一国の神について知るならやっぱりその国のやつに聞いた方がいいよな。あそこに話し込んでるやつらがいるから行って。でもあの結末はちょっと悲惨すぎると思うな。根は悪いやつじゃなかったわけだろ。ええ、まさかあんな幕引きになるなんてね。てっきり家族のためにもうちょっと抵抗するかと思ったんだけど、残念ながら私が期待してたどんでん返しはなかったわ。でも彼の物語には感動させられるものがあったわね。そこの二人、何か用か？ずっと何も言わずにこっちを見てるみたいだな。ああ、オイラたち、フォンテーヌに来たばかりの旅人なんだ。二人にいろいろ聞きたかったんだけど、なんか劇のことを話してるみたいだったから、邪魔しちゃ悪いなって思って。劇？いやいや、俺たちが話してたのは現実のことさ。何日か前に審理された事件だよ。そうだったのか？でもさっきの会話、傍から聞いてたら物語っぽかったぞ。実は物語も現実の事柄を改変して作られたものが多いのよ。逆に現実だって誰かによって意図的に演出されている可能性もある。実際本当にあったことかどうかなんてどうでもいいの。舞台上で演じられている物語が素晴らしければそれで十分。ああ、君たちは外から来た旅人だから知らないわよね。フォンテーヌにはエピクレシス歌劇場っていう法廷があるの。通称歌劇場よ。それってなんか軽すぎないか？まあ別にお前たちフォンテーヌのルールに文句があるわけじゃないけど、罪人を裁くのってもっと深刻なものって印象があるぞ。いいのよ、外から来た人はみんなそう考えるから。私たちはただ事件の背後にある感動的な物語を無駄にしたくないだけなの。君たちが心配してる審判は厳粛であるべきってことについては、絶対的な公正性を保つ最高審判官のヌビレットさんがいるから何の問題もないわ。それに神が作った審判マシナリー樹脂裁定カーディナルって二重保険もあるし、冤罪や誤審なんてフォンテーヌにはほとんど無縁なの。審判マシナリーってもしかしてある種の機械みたいなやつなのか？気になる。機械があったら見てみたいな。そうだ、肝心なことを聞き忘れてたぜ。そのオイラたち水人に会いたいんだけど、どうすれば会えるんだ？そんなの簡単だろう。歌劇場に行けばいい。水神フリーナ様は毎日歌劇場に入り浸っていらっしゃる。あそこはフリーナ様の一番のお気に入りだからな。二人は多分フリーナ様と面と向かって話がしたいとか、そういう意味で言ったんじゃないかしら。フリーナ様に謁見したいってことなら少し難しくなるわ。かなり前に予約しておかないとお会いできないし、フリーナ様のスケジュールがどんな状況かにもよるから。水神って公務や何やらで忙しいのか？でもお前たち水神は毎日歌劇場に入り浸ってるって。いやいや、フリーナ様はほとんど国の祭り事には関与しない。予約が難しいのは単にフリーナ様が人気だからじゃないか？そうよ、なんたって私たちの神様なんだもの。話し方や行動が大げさなところもあるけど、それでも人気者なのよ。人々の神に対する印象が人気者なんて、オ
オイラ初めて聞いたぞ。ちょっとだけ分かってきた気がするぜ。水神はフォンテーヌの大スターみたいな神なんだな。確かに間違ってはいないが、どちらかというとマスコットに近いかな。ちょっと、私たちの神様なのよ。それはあまりにも直接的すぎない？おっと、確かに外から来た人にはもうちょっと遠回しに言うべきだったな。じゃないと逮捕されてヌビレット様に会う羽目になりかねない。冗談はよしなさいって。確かに法律はたくさんあるけど、フリーナ様の悪口を言ったぐらいで罪にはならないわよ。よし、おかげでいろいろ分かったぜ。ありがとな。とにかく水神に会いたいなら歌劇場に行けばいいってことだな。予約しても実際に会えるのはいつになるかわからないけど。お、何見てるんだ？何かあったのか？まさか海に飛び込もうとしてるわけじゃないよな？ちょっと話しかけに行った方がいいんじゃないか？リネットの新しい友達かい？お前は妹を気にかけてくれてありがとう。リネットはここで昔の思い出を懐かしむのが好きでね。心配はいらないよ。おっと、自己紹介がまだだったね。僕はリネ、こっちは妹のリネットだ。見たところ外国から来た旅人さんかな？お前の妹と喋ってたんだけど。そうだったのか。リネットがこんなによく話すのは珍しいんだよ。普段はとても物静かでね、会話は僕が担当することが多い。へえ、そうだったのか。オイラと旅人のコンビもお前たちと似てるぜ。いつもオイラだけが喋ってるんだ。そうだったのかよ。私もお兄ちゃんがおしゃべりだって思うことがある。僕たち似た者同士みたいだね、バイモン。それでさっきリネットが言った、海は今にも私たちの思い出を飲み込もうとしてる、私たちをもって一体どういう意味なんだ？ああ、それか。フォンテーヌに長く伝えられている予言だよ。いや、正確には予言とは言えないかも。予言っていうのは起こるかどうかわからないものでしょ。
でもフォンテーヌではすでに現在進行形で起こってることなんだ。それはどこから話せばいいか。そうだ、この件はまた今度話そうよ。僕たちまだちゃんと挨拶をしてなかったよね。おい、さっきの自己紹介だけじゃ足りないのか。こんにちは、旅人。それから、こんにちは、パイモン。おい、なんでオイラとは握手じゃないんだよ。リネは言った。気にしないで。フォンテーヌにおける交友のマナーだとでも思ってや。もしかしたら役に立つ時が来るかもよ。そうなのか。まあ、現地の友達ができるのはいいことだけどさ。そういえばオイラたち、歌劇場に行って水神と会いたいんだけど、よかったら道案内してくれないか。クリーナ様に会うのかい。いいよ、ちょうど僕も歌劇場に行くつもりだったんだけど、まずはここでの用事を済ませたいんだよね。僕についてきて。君たち、フリーナ様に会いたいって言ってたけど、あちらから二人を出迎えに来てくださったみたいだよ。よく知っているから安心するといい。こたびの謁見は僕の力と権力を仰ぎ尊んでもらうためのものだ。賢き者は常に正しき旗のもとに集う。これ以上に英明なことなどないだろう。ようこそ水の国へ。君たちの旅の価値と意義をこのボカロルスが認めよう。さあ、思う存分開催を叫ぶといい。水準、前置きもちょっと。その、聞きたいんだけど、なんでオイラたちが来ることを知ってたんだ。君たち異教人が凡庸な考えを持ってしまうことは十分に理解できる。しかし、神の中にも平凡な神と
優秀な神がいるというのを忘れないでほしい。君たちが僕の才能に驚くのも無理はないけどね。今一度自らを見つめ直すべきじゃないか。君たちが本当に神と会話できるほどの人徳と礼儀を兼ね備えているのかどうかについてね。僕からすれば君たちの情報を得ることなんて指を動かすのと同じで、これ以上ないくらい簡単なことさ。うわ、めちゃくちゃ偉そうだぞ。ん？おやおや、なんだいその目は。もしやこのような歓迎の儀にすら満足できないと？もっと何か言ってあげれば気が済むかい？オイラたちが話題を切り出すのを待ってるのか？こんなところでフリーナ様に会えるなんて珍しいわね。二人はもしかしてあの有名な異教より訪れる金髪の旅人だったの？さっきは気づかなかったわ。なになに、フリーナ様がいらっしゃったって？何か面白いものでも見られるのか？そりゃそうさ、なんたって異教より訪れる金髪の旅人だぜ。フリーナ様がわざわざここに来られたのはきっと彼女と素晴らしい対決を繰り広げるために決まってる。おお、そいつは楽しみだ。やっぱりフリーナ様は俺たちの期待を裏切らないな。いかにも。しかしそう焦らないでくれ。まったく、僕を信奉する民はいつも慣習と一緒になって高らかに叫びたがる。少々耳につくが、僕はそれすらも寛容に受け止めよう。これは褒美だと思ってくれ。君たちの想像通り、僕はこの異教の旅人と歴史的な対決をするつもりだ。いきなりやり合うのか？なんか展開が早すぎるような。何をする気だ、旅人。民の前で神を愚弄するつもりか？古墳、気にするな、クロリンデ。神に向かって剣を抜ける者などそういない。その勇気は称えよう。彼女は正真正銘の闘士であると言わざるを得ないな。だが残念だ、この時代の人々は常に刺激を望む。単なる武力対決では飢えた魂を満たすことはできないだろう。確かに言われてみりゃ、殴り合いの対決だけじゃ面白みに欠けるな。エリヌス島の犯罪者たちもしょっちゅう決闘を通して自分の名誉を守りたがるし、確かに武力対決には飽きてきたな。そうだろう。であれば、正義の神である僕がこの異教の旅人と法廷で対決しようではないか。おお、そいつはいい。そう来なくちゃな。ああ、こっちのホームはフォンテーヌなんだ。打撃場を利用しないなんて惜しいな。なんでそこまで怪獣の反響を気にするんだよ。その打撃場ってとこに疲れすぎなんじゃないのか。それに皇帝で対決するって言ったって何をするんだ。まさかオイラたちを審判でもする気かよ。君たちに審判を下す理由はもちろんあるさ。むしろすでに明白だろ。フォンテーヌの法律において月始めの3日間はいかなるものであろうとフォンテーヌの街中で飛行物体を放つことは禁止されている。君たちはすでにこれに違反しているのさ。おお、確かにそうだった。さすがフリーナ様、フォンテーヌの法律のことなら右に出る者はいない。それのどこが明白なんだよ。そんな変な法律。いや待てよ、オイラのこと思考問題だと思ってるってことかよ。そうだとも、異論がないなら
水神の名において君たちを逮捕しよう。申し訳ございません、クリーナ様。空気を壊すようではありますが、口を挟むことをお許しください。そのパイモンは飛行物体に入らないと思います。そうだぞリネ、やっとまともな奴が話に加わったぜ。オイラが飛行物体なわけないだろ。おお、大魔術師リネ、我が愛しの民よ。僕への反応は許すが、一体どうやってそれが飛行物体でないことを証明する気だい？魔術師ともあろうものが場をかき乱してしまいましたね。そのフォローをする責任は当然ながら僕にある。ちょうど監修も揃っていることですから、ここで一つマジックを披露いたしましょう。見ての通りパイモンは気球のようなものに分類されるべきです。この糸はずっと存在していて、さっきまでは見えていなかっただけなのだから。それってマジックっていうよりジョークに近いんじゃ。俺は面白いと思うが、よっ、いいぞ。なんつったらいいか。それじゃあフリーナ様のお考えが。素晴らしい、実に素晴らしいよリネ君。こういう予想外の展開は大好きさ。君のおかげで今日の演出は完璧なものになった。演出？今日の出来事を演出の一つだって言いたいのか？であれば審判の件はこれで終わりとしよう。正義の神が無実の者に濡れ衣を着せるわけにはいかないからね。だが審判の理由さえあれば、異教の旅人どころか異国の神であろうと僕は裁くことができる。それではリネ君にリネット君、君たちの次のパフォーマンスを楽しみにしているよ。皆の衆もまた会う日まで。よくわからない神だったな。質問する暇もなかったし、話はまた今度だな。さっきのあんな雰囲気じゃ。大したことじゃないよ。たまたまそんな法律があることを知っててね。君たちのために念のため準備をしておいたのさ。まさか本当に役に立つなんて思ってもみなかったよ。これでフリーナ様がどんな神なのかわかっただろう。時々訳が分からなくなるけど、一応は理屈が通じる。ところでリネ、お前ってすっごいマジシャンだったんだな。歌劇場でパフォーマンスとかやるのか？単にちょっとしたトリックが見せられるだけさ。それを使って生計を立ててるだけだよ。マジックの助手もリネットがやってくれてるけど、実はフォンテーヌ最高のホールである歌劇場でパフォーマンスを行うのは今回が初めてなんだ。あれ？でもそういや、歌劇場ってフォンテーヌの法廷なんじゃなかったか？事件の審理がないときは様々な公演が行われるんだ。フォンテーヌじゃもともと審判と公演の境界が曖昧だからね。そうだ、これも何かの縁だし。旅人、パイモン、
君たち二人を公園のお客さんとして招待したいんだけど、どうだい？お兄ちゃんは知り合いが多ければ多いほどテンションが上がるタイプ。いいな。どうせしばらくやることはなさそうだし、それにもともと歌劇場に行くつもりだったからな。それはよかった。だったらしばらく一緒に行動しようよ。道案内もしてあげるからさ。あ、でもまだやることがあるから、とりあえずそっちを。本当かい？じゃあ遠慮なく。これマジックポケットっていうマジック道具なんだけど、これをここにいる人たちに配ってきてくれないかな。前に予言について聞いてきたでしょ。まずはそれについて詳しく説明しようか。いつからかフォンテーヌにこんな予言が囁かれるようになった。フォンテーヌ人は皆生まれた時から罪を抱えている。正義の国フォンテーヌがどれほど審判を行おうと、それが消えることはない。フォンテーヌの海面が上昇し、罪を背負いし人々が海水に飲み込まれるまで、人々は皆海の中に溶け、水神は自らのカムクラで涙を流す。そして初めてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。めちゃくちゃネガティブな予言だな。なんでフォンテーヌ人は生まれながらにして罪を抱えてるなんて言うんだ？罪って一体何の罪なんだよ。人々もいろいろと想像を巡らせててね。一説にはフォンテーヌ人の先祖が海の力を盗んだせいで海が怒り狂ってるとか、別の説ではフォンテーヌ人が初代水神の忠告を無視したせいで天空の島の神の怒りを買ったとか。けどフォンテーヌでは何事にも証拠が必要だ。こういった説にも証拠がないから全ては想像に過ぎない。フォンテーヌ人ですら自分が何の罪を犯したのか知らないんなら、予言なんて無視すればいいじゃないか。別にやましいことなんてないんだろ。はじめはみんなそう考えてたよ。でもここ数年フォンテーヌの海面が実際に上昇し始めたんだ。すでに多くの場所が海の底へと変わり果てたわ。それらの説を信じず、ただの自然現象だって考えてる人も多い。だけど僕や僕の家族からすれば、フォンテーヌの人々はこんな可能性を無視してただじっと死を待つだけでいちゃいけないと思うんだ。少なくとも海の近くに住んでる人は沈む前に引っ越すべきだ。だからこうしてみんなにマジックポケットを配ってるのさ。これはマジック道具で高い収納機能がある。引っ越しの時絶対に役立つはずだよ。なるほど、転ばぬ先の杖ってやつだな。なああるいは絶対的な力のみが災害に抗うことができるのかな。どうだろうね。僕たちはあまりにも小さな存在だから。さて、手伝ってくれるなら近くの人にマジックポケットを配ってくれないかな。なんと言われようと無理やり押し付けてきてくれればいいからさ。君はかの有名な金髪の旅人だったのか。気づかなくて失礼したよ。マジックポケットか、用意周到なんだな。確かに信じないよりは信じた方がいい。それじゃ受け取っておけよ。大魔術師にお礼を言っておいてくれ。それ、君たちも予言を信じてるのかい？俺はいらないよ。お前は予言を信じない派なのか？いや、信じてるよ。でもそっちじゃなくて、もう一つの偶話の方を信じてるのさ。物語によれば、人々はかつて海の中に暮らしてて、
海を離れられない存在だった。人々は陸上で暮らしたいと思った。やがて血管が発達し、海を体内に包み込んで陸に上がったってね。だからたとえ海面が上昇して海に飲み込まれたとしても、ただ帰るべきところに帰ったってのと同じなんじゃないかな。おお、そんな説もあったのか。でも海に飲み込まれたら人は死んじゃうんだぞ。いや、やっぱりもらっとけって。ああ、わかった。受け取ろう。俺はただ予言にある人は海に溶けるが死とは限らないと思っているだけさ。別にいらないよ。たとえ予言が本物だとしても、みんなを飲み込むほどになるのなんかもっと先でしょ。人は今を生きないと。この先もし何かが起こるなら、起こった時にまた考えればいいよ。それでもやっぱり受け取ってくれよ。万が一って時に役立つかもしれないだろ。うん、分かったよ。ありがとう。私はただ引っ越すことは今の生活を捨てるのと同じだと思って、それが嫌なんだよね。もう全部配り終えたのかい？どうだった？みんなその自分なりの考えを持ってたでしょ。ああ、でも災害が本当に起こった時にはきっと今の考えを変える人も多いんじゃないかな。だから準備をしておいて損はない。それでまだ他にやることはあるか？あとはもう最後の一つ。実はマジックポケットはフォンテーヌ邸にある工房のオーナーが作ってくれてるんだ。せっかく行くわけだから、ついでに材料を持っていこうと思ってね。材料集めだな。どんなものか教えてくれ。早く終わるぜ。うん、君たちがいてくれて助かったよ。材料はロマリタイムフラワーっていう植物で、港の東側の海辺にいっぱい生えてるよ。積んでこれたよ。ほら、ミネットもちょっとは手伝ってよ。無理、今日は省エネモードだから。じゃないと歌劇場での公演で元気出ないかも。はあ、分かったよ。まだ公演まで時間はたっぷりあるんだけどね。とりあえずことは全部済ませたから、フォンテーヌ邸に戻らない？歌劇場に行く前にフォンテーヌ邸に行くのか？フォンテーヌの大都市フォンテーヌ邸、ちゃんと見ておかないとな。し、また見て、あの子、あっちの女の子。お、あの女の子がどうかしたのか？いや、明らかにスリだよ。実はマジシャンの手法は
泥棒と似たところがあってね。どっちも人に見つからない前提で小細工を行うものなんだ。彼女の動きをよく見てごらん。彼女を捕まえる方法を考えよう。かなり警戒してるみたいだから、二手に分かれて行動した方がいい。君たちはあっちのリフトから上に先回りして、もし逃げるとしたら必ずあの方向を通るはずだから。よし、それじゃあ。大丈夫だ、助かった。全然気づかなかったぜ。それじゃ俺はこれで。本当にありがとな。は、取られたものはリネが取り戻したのか。ああ、でも残念ながら泥棒は捕まえられなかった。あの子、物を捨てて僕の注意を引いてね。その隙に一瞬で消えたんだ。その子が消えた大体の方向は見てたよ。でもあの時お兄ちゃんが足をくじいて、私もそれに気を取られちゃった。え、怪我したのかリネ。大したことじゃない、ちょっとくじいただけさ。もう大丈夫。お兄ちゃん善良でいるのはいいけど、もっと自分のことも気にかけて。公園に影響したらまずいわ。ごめんごめん、許してよリネット。はあ、それにしてもあの泥棒、身のこなしがすごかったな。ちょっと予想外だったよ。ま、少なくとも物は取り戻せたし、完全敗北ってわけじゃない。そんなにすごかったのか。まあでも結果は悪くなかったんじゃないか。リネの親切が無駄にならなくてよかったぜ。さて、ハプニングもこれでおしまい。さっさとフォンテーヌ邸に行こうか。
これは純粋線だよ。フォンテーヌの全ての用地をつないでるんだ。これが結構便利でさ。まあ道中の景色はほとんど変わらないから、ずっと乗ってるとちょっと退屈かも。だからこそ君たちみたいな友達と一緒に乗らないとね。つまりお兄ちゃんは私と一緒にいても退屈って言いたいの？いやいや、そんなことないよ。ほら、リネットは普段口数が少ないでしょ。それにリネットと一緒にいるときはなんだか旅っていうより家にいる感じがして。そう。どこの兄ちゃんも妹にはかなわないみたいだな。そろそろ時間だ。早く船に乗ろう。スチームバード新聞社の記者だったんだね。君たちの新聞社には以前僕たちの公演の宣伝でいろいろと世話になったよ。お会いできて光栄です。みんな顔見知りだし、なんだか一気にフォンテーヌに馴染めた気がするぜ。あ、そうだ、シャルロットは最近何してたんだ？最近はまあまあかな。ニュースの素材がないときは歌劇場で最近審理された事件とかを報道してるわ。同じ内容でも報道の仕方さえ工夫すれば読者の目を引くものになる。例えば詐欺師がいかに女の子の気持ちをもてあそんだかとか、金融犯罪の犯人が過去にパン1枚で5日間も食いつないだ経験とかね。そうなのよ。さすが、わかってるわね。私が追い求めてるのは独占的かつビッグな超仰天ニュースだから。最近のこういう内容は私の才能を無駄遣いしているとしか言いようがないわ。あ、そうそう、実はある事件をずっと追ってるの。いえ、一連の事件と言った方が正しいわね。連続少女失踪事件のこと？ええ、これはフォンテーヌで最も謎に包まれていて最も話題性のある事件よ。もし連続少女失踪事件が解決した時、一番に記事を完成させてスチームバード新聞社の一面を飾ることができれば、同業者はみんな涙を流して嫉妬するでしょうね。その時のためにもう素材は山ほど集めたわ。あとは真実が明かされるのを待つだけよ。連続少女失踪事件、一体どんな事件なんだ？犯人はまだ捕まってないのか？そうよ、一件目に起きた少女失踪事件はなんと20年前まで遡るわ。あの年代から現在まである一定の間隔を空けて少女が失踪してきた。みんな似たような年齢でどれも痕跡はなかったわ。さらに恐ろしいことに、失踪した少女は誰一人として見つかっていないの。その間に容疑者として逮捕された人も結構いるけど、逮捕からほどなくして事件は繰り返し発生した。
ええ、その可能性も十分あるわ。何にせよ、すべての事柄には確かな真実があると私は信じてる。そして真実はいつか必ず明かされる。僕もそう思うよ。少なくとも失踪した少女の家族には真実を知る権利がある。想像したことがあるよ。もしリネットが行方不明になったらってね。そんなことがあれば、僕はどんなことをしてでもリネットを連れ戻すし、絶対に犯人を突き止める。想像だけであってほしいものね。よかったら先に僕たちの家に戻ってもいいかな。集めた材料を持って帰らないと。うん、もちろんいいぜ。フォンテーヌ邸は広すぎてオイルたちもどこから回ればいいかわからないしな。ここが僕たちの仮住まいさ。あ、フレミネ、いたのか。みんなはどこ？この二人をみんなに紹介したいんだけど。リネ、リネット、みんなはさっき出かけたよ。そうか。まあ、お父様がそろそろ帰ってくる時期だから、みんな忙しいんだろうね。仕方ない。ああ、二人とも。この子は僕の弟で、フレミネだ。すごく腕のいい潜水士なんだよ。こんにちは。こんにちは。オイラはパイモンで、こいつは旅人だ。その、リネ、ちょっとこっちに。ん？どうしたの？何か話でもあるのかい？
そうか、分かったよ。何かあったのか？いや、なんでもないよ。火事とかそういう話。そうだ、フレミネ、旅人と一緒にマジックポケットの材料を集めたんだけど、そっちはどうだった？うん、僕も水中でいっぱい取ってきた。ちょうど渡そうと思ってたところ。さすがだね。やっぱり水中の方が効率がいいか。じゃあ急いで工房に送り届けよう。仕方ない。歌劇場で審判がある日はいつもこんなにわか雨が降るんだ。安心して、すぐに止むから。ん？フレミネ、どうしたの？僕はあの伝説を信じてる。フォンテーヌにはかつて水の竜王がいた。今はどこにいるかわからないけど、その水流が涙を流すと空から雨が降るって。小さい頃、母さんに言われたことがある。雨が止んで欲しかったら空に向かってこう叫べばいい。水流、水流、泣かないで。もし本当に元素流なら、そういった不思議な力があってもおかしくないけど。おいらも試してみるか。何も起きないね。やっぱり伝説は伝説か。お兄ちゃん、ロマンのわかる魔術師になればもっと人気になれるかもよ。そうだね。もしかしたら知り合いでもない僕たちから慰めを受けても別に気分は良くならないってだけかも。今日の雨は結構降ったね。もうこんな時間か。まずいな。何かやることがあるのか？ああ、歌劇場でやる公演の準備だよ。どうにか今日の純粋戦の最終便までには間に合わせないと。公演当日は純粋戦でエリニス島に来て。歌劇場はその島にある。リネットが歌劇場前の噴水広場まで迎えに行くから。その、もう行く？どうしたんだいフレミネ、今ちょっと急いでて。あ、そうか、マジックポケットの材料を届けに行くのが恥ずかしいんだね。旅人、悪いけど頼まれてくれないかな。これらの材料をボーモント工房のオーナーまで届けてほしいんだ。フレミネはちょっとシャイなところがあってね。あそこのオーナーはおしゃべり好きだから、フレミネも昔から苦手みたいで。うん、いいぜ。オイラたちが言ってやるから安心しろ。本当にごめんなさい。僕のせいで。この恩は必ず二人に返すね。恩だなんて、そんなガチガチに考えなくていいぞ。オイラたちもどうせついでだからな。網を引きに行きましょう。オーナー、いるか？オーナー！
見慣れない顔だね。何がお望みだい？買い物、製造依頼、それとも雑談？材料を届けに来たんだ。ほら、なんとかってやつを作るのに使う。ああ、マジックポケットだね。もういくつも注文が入ってるから一目で分かったよ。いや、もうすでに十分な数の資金をもらってるから、あの子たちが何に使うのかを聞いて私も値下げしてあげたかったんだけど、私も商売で苦労してるだろうからそのままの金額でいいって聞かなくてね。まったく、お金持ちなだけじゃない、本当に優しい子たちだよ。リネたちってお金持ちだったのか。よくは知らないけど、フォンテーヌの魔術師なんてのは結構稼げるもんなんじゃないのかい？そういえばオーナー、ここの工房っていつもこういう機械で物を作ってるのか？なんかすごそうな感じがするな。機械でやれるなら手を使うやつなんていないだろ。最新の技術を使わないのだってある意味じゃ浪費さ。そして浪費は罪の一つでもある。じゃあこんなでっかい機械一体何で動かしてるんだ？そうだねあんたたちみたいな素人にエネルギーシステムのことを説明するのはなかなか骨が折れそうだね。簡単に言えば、フォンテーヌ人が普段使ってるエネルギーは基本的に立証混合エネルギー、つまり審判で生まれたエネルギーから来てるのさ。え？審判からエネルギーが生まれるのか？どういう原理だよ。ああ、私も具体的には説明できないけど、大雑把に言うと、法廷で審判が行われるとき、ユシ最低カーディナルが人々の正義に対する信仰を集め、それをエネルギーに転換して全フォンテーヌのために使うってなもんかね。ユシ最低カーディナル、確か神が作った審判マシナリーだけか。そんな機能もあったのかよ。でもまだよくわかんないぞ。信仰みたいにふわっとしたものをどうやって機械のエネルギーに変えるんだよ。あ、つまり水神はこういう機械を使って信仰から生まれる力をエネルギーに変えて全フォンテーヌのために使ってるってことか。あんたらの言う概念とか考えは私からすると目新しく感じるけど、案外理にかなってるかもしれないね。それから立証混合エネルギー以外にもプネウムシアって呼ばれるエネルギーもある。生産過程では神の力に頼らなくていいんだけど、不安定なエネルギーでね、未だに広い範囲で一般に向けて実用化ってところまでは行ってないのさ。仕事ほったらかしてまた雑談か、オーナー。俺も混ぜてくれよ。なんだってまたここに？あんたらカブリエル商会から借りた金は来月必ず返すと言ったはずだよ。とやかく言われる筋合いは。来月を待たずして逃げられるってこともあるだろう。今日は少なくとも5割、いや7割を回収させてもらう。あんたら、どうやらこの工房経営状況が良くないみたいだな。もう材料も渡したし、オイラたちはそろそろおいとましようぜ。ちょっとちょっと、借金の取り立てをする前にまずは自分たちの方を清算したらどうだい。君たちカブリエル商会が俺たち北国銀行のビジネスを奪うのは別に構わない。でもまさか北国銀行に不良債権を残していくなんてね。おっと失礼、俺が先に話をしてもいいかな。北国銀行のもんか。来月必ず返すと言ったはずだ。とやかく言われる筋合いは。お、旅人おちびちゃん、まさかフォンテーヌで会えるなんて思ってもなかったよ。オイラたちもまさかお前がここにいるなんて思わなかったぞ。なんでスネージ内を離れて
ナにまで来てるんだ。話すと長くなるけど、実はもう長いことフォンテーヌにいるんだ。それはそれは退屈してたところさ。君たちに会えたのはある意味運命だ。旧友だからってだけじゃなく、どこに行っても争いが生まれる君たちだからね。どう考えたってこの先の日々がぐんと面白くなるに決まってる。おいらたち、お前の言う面白さは別に好きじゃないんだぞ。旅はやっぱり順調じゃないとな。そうだろ旅人。おい北国銀行の男、こっちを無視するな。邪魔しないでくれるかな。旅人と会える機会なんてめったにないんだ。君たちはそこで待つといい。貴様、借金の取り立てに来たのはそっちの方だろうが、なのに雑談が終わるまで待てってか。小僧、お望み通り今すぐ金を返してやる。ほらこっちに来い。邪魔するなって言ってるのに。あ、そうだ旅人、前にトーニャとテウセルを氷釣りに連れて行ったんだけど、テウセルが、おい柵に乗るなよ野郎ども、そいつを始末しろ。はあ、話をする暇もくれないとはね。まあいい、北国銀行からは客に手出しをするなって言われてるけど、君たちからかかってくるなら正当防衛だ。二人とも俺のために証人になってくれよ。まあお前なら一瞬で片付くだろうな。ジナヤの北国銀行、まさかお前は。今さら気づいても意味ないよ。北国銀行は君たちの手に負えない相手だってことだけ分かってくれればいい。お？へ、好きやりや。妙だな。わからない、手を出そうとした瞬間水元素力が急に言うことを聞いてくれなくなったんだ。まさか神の目に何か。そんなことってあるのか。神の目の制御を失ってしまうなんて、おいら初めて聞いたぞ。まあいいや、過度に神の目の元素力に頼れば鋭さを失ってしまう。それに俺には邪眼もあるしね。それでタルタリアはなんでフォンテーヌに来たんだ。北国銀行のお使いってわけじゃないんだろ。ああ、それは最近気分が下がってたからかな。え、なんだよその理由。お前にも悲しい時があるのか。もしかしたら俺も自分のことをあんまり分かってないのかも。近頃体の内に何かの力がうずくような気がしてね。それになぜか時折気が沈むんだ。もしかしてさっきの神の目の不具合もその力と関係してるんじゃないか。確かにそうかもしれない。そうだな、君たちに言ったかどうか覚えてないけど、俺は14歳の頃謎の深淵に落ちたことがあるんだ。
今の力はほとんどその時に習得したものさ。そういうことを俺に教えてくれた師匠がいて、名をスカークと言った。彼女は口数が少なくてとても不思議な人だった。どこから来たのか、何を経験したのか、全くわからない人でね。戦闘の技術を教えてくれる時もすごく厳しかったよ。どうして俺を弟子にしてくれる気になったのか、一度聞いてみたことがあるんだ。確か俺が奴を呼び覚まし、俺の身に奴の痕跡が残されたから。そして将来これらの戦闘技術はきっと役に立つって言われたよ。奴ってなんだ？お前は何を呼び覚ましたんだよ。それが、師匠はそれについてははっきり言わなかったんだけど、俺は深淵に落ちる際に見た夢と関係があると踏んでる。夢の中で俺は果てない海の底にいて、目の前には息が詰まるような迫力のクジラがいた。クジラ？そういえばなんかそういうイメージあるぞ。オイラたちとやり合った時、デカクジラの大ジャンプみたいな技を使ってたよな。もしかしてあれか？あれはただの元素力で作った概念のクジラさ。あの夢を見た時から夢の中のあのシーンがずっと心に焼き付いていて振り払えないんだ。だからってそれを自分の技に入れたのかよ。悪趣味だな。なんで師匠に直接聞かないんだ？もしかしたら答えを知ってるかもしれないだろ。そんな簡単に言わないでくれ。あの件以来、俺がスカーク師匠とあの深淵の捜索をやめたことはない。探し続けてもう何年も経つのに何も進展がないんだ。記憶の中で謎の深淵に落ちた場所も今ではその痕跡すらない。うわー、なんか階段みたいだな。ああ、手がかりは全て途絶えてしまった。仕方ないさ。この世の奇遇っていうのはこういう風につかみどころがないものなんだろうね。おっと、いつの間にか話し込んじゃった。そういえばまだ用事が残ってたんだ。今日のところはこの辺で。また北国銀行の仕事か？いや、個人的な用事さ。最近暇な時にフォンテーヌの決闘代理人たちと出会わせをしててね。ああ、フォンテーヌじゃ容疑者が法廷に出向く前、名誉を守るためのチャンスとして公式の決闘代理人に決闘を申し込めるんだ。でも決闘代理人は国中の精鋭たちから選び抜かれた強い奴らばかり。その上、決闘に寸止めなんて概念はない。だからこの行為は命を懸けて名誉を守ることの象徴とされてるんだ。勝てば審判を免れ、負ければおとなしく法廷行き。そして最悪な場合、決闘によって命を落とす。フォンテーヌには死刑が存在するという噂だけど、本当に死刑に処された人はまだいないらしい。だからどうしても受け入れられない冤罪とか、名誉が第一とか、そういった人だけが決闘を申し込むんだ。そうでもなければ自分の命をかける必要なんてないからね。じゃあ本当にその方法で審判を免れたやつはいるのか？それはごくわずかだそうだよ。フォンテーヌの管理者がこんな規則を作ったのは個人の名誉への尊重を示してのことに過ぎないだろう。それに決闘代理人も伊達にその任についてるわけじゃない。これこそ俺がフォンテーヌに来てすぐにそいつらと手合わせした理由さ。今日のクロリンでは噂じゃ決闘代理人の中でも最強らしい。ずっと挑発し続けてやっと手合わせしてくれることになったんだ。お前な。それにしてもクロリンでって名前どっかで聞いたような。そうだ、これは君たちが持っててくれ。
この神の目がさっきみたいな状況になって決闘に影響したらつまらないだろ。だからいっそ持たないことにした。それに旅人に預かってもらいたいだけさ。後で取りに来るよ。な、オイラ分かったぞ。次にオイラたちに会うための口実が欲しいだけなんだろう。そんなことないよ。それじゃまた後で連絡するから。タルタリアのやつ、気が沈むとか言っておきながら結局は相変わらずだったな。これでしばらくやることがなくなったよな。リネたちの公演までにこの街をブラブラしてみようぜ。推理小説って八重堂の娯楽小説とは全然スタイルが違うんだな。どっちもいいところがあるけど、オイラからするとこっちの方が新鮮に思えるっていうか、謎が明かされる瞬間とかすっごく興奮するぞ。特に今読んでたやつ、お前も買って読んでみるって。ごめんって、これからは気をつけるぞ。それはそうと、そろそろ歌劇場でリネたちの公演を見に行く時間だよな。リネのやつ、歌劇場はエリニョス島にあるって言ってたよな。純粋船に乗って行こうぜ。このスタイルならきっとベストセラーに。ナビア星へようこそ。私はエルバネ。純粋船は間もなく出発するから、頭や手などの体の部位を窓の外に出さないで。純粋船の運営はこれによって起きた事故や損害に一切責任を負わないわ。それからスチームバード新聞を買って。私は全然読まないけど、高校の終点はエリニュス島。行ってみる価値のある場所はルキナの泉とエピクレシス歌劇場。左側上空には有名なフォンテーヌ科学院。実験事故のおかげで新しい観光スポットができるなんて、人の知性って本当に素晴らしいわね。
クポートに到着よ。荷物のチェックをしっかりね。乗客の落とし物を遺失物センターに預けるくらいはするけど、手続きが本当に大変なの。私たちメルジーヌの手はペンを持つのに向いていないんだもの。船を降りるときは気をつけて。今回の航行のガイドを担当できて光栄だったわ。ありがとう。賢く健康な子供を授けてください。そんなことどうだっていいわよ。健康でいてくれればそれで十分。平安な一生を送れることこそ一番の幸せでしょ。そうだな。でも僕たち二人の子ならきっとお利口さんだぞ。これフォンテーヌのしきたりなのか。夫婦がたくさん集まっているぞ。足、どうしたんだ。足、え、何か聞こえたのか。この噴水はルキナの泉といって、フォンテーヌのすべての水が交わるところなの。フォンテーヌの新婚夫婦はみんな、ここで子宝祈願をするのが習わしよ。リネット、びっくりしたぞ。いつの間に来てたんだ。お兄ちゃんが噴水広場で待てって言ってたの。忘れたの。それは覚えてるけど。ここは人が多いから当然でしょ。何が言いたいの。おい、脅かすなよ。ピルマからそんなおかしなことあるわけ。そう、確かにあなたに教えてあげられる情報を持ってるわ。もしかしたらその疑問に答えられるかも。それは幻聴なんかじゃない。あなたの水元素の感知力が強すぎるせいで起こったこと。うちにもあなたのような体験をした人がいるわ。水元素の感知力？でもこいつが聞いたのは人の声だろ。元素力と何の関係があるんだよ。あなたはいつ涙を流す？え？お？なんで急にそんなこと聞くんだ？答えて。悲しい時とかか？それか、すっごく嬉しい時とか、すっごく怖い時とかか？なら、あなたにも理解できるはず。涙には、強烈な感情が含まれている。さっき、ルキナの泉は、フォンテ
テーヌの全ての水が交わる場所だと言ったでしょう。つまり大地に落ちた涙もやがてはここに集まる。あなたが聞いた声ももしかしたら誰かの涙の強烈な感情かもね。それでそいつはなんて言ってたんだ？本当にそうだとしたら一体何があったんだろう。その人よりも今はお兄ちゃんのことを気にかけてあげて。普段は余裕そうに構えてるけど本番前はいつもすごく緊張するの。あなたたちと話せば緊張もほぐれるかも。お、そうなのか。じゃあリネに会いに行こうぜ。やっぱり約束を守ってくれたね。旅人にパイも、君たちに出会えて本当によかったよ。からかうなよな。ずっと楽しみにしてたんだから、お前の公演を見逃すわけないだろ。そうみたいだね。こんなに早くついてくれるくらいだから、ちょうどよかった。まだ観客も入ってないし、せっかくだから君たちに最高の席を用意しよう。チケットを取ってくるから待ってて。歌劇場は昔から指定席制でね、事前登録が必要なんだ。はい、これはもう登録済みだよ。君たちのチケットだ。わあ、一番前の席じゃないか。ありがとなリネ。なんてことないさ、遠慮なく楽しんで。おい皆さん、ちょっとこっちに来てくれないか。ああ。舞台道具の配置にちょっと問題があるみたいだ。アシスタントのコーエルが呼んでるから、ちょっと見てくれよ。うん、オイラたち先に席に座ってるぜ。お前は自分のことに専念していいぞ。雰囲気に気づかなかった私の王子とだ。必要な時は気兼ねなく話しかけてくれればいい。聞こえてたのか。耳がいいんだな。さっきあんなに小声だったのに。こそこそしちゃって失礼なことしちゃったぜ。そうだ、お前もこんなに早くに来て一番前の席に座ってるってことは、もしかしてオイラたちと一緒でリネの友達なのか。友達か。もしリネ君が希望するなら喜んで友達になろう。いや違うってことか。まずいな、雰囲気がますます。
自己紹介を忘れ、改めてこんにちは。オイラはパイモンで、こいつは旅人だ。ごきげんよう。会えて光栄だ。二人の噂はかねがね伺っている。マナーにのっとり、私も自己紹介をしよう。私はヌビレットさん。公園に来てくれるなんて本当に光栄です。何リネ君、この目で直に君の公園を見られるなんて、私の方こそ光栄だ。ヌビレット、あ、もしかして、ん、今話をしてたみたいだけど、もしかしてヌビレットさんの身分を知らなかったのかい？この方はフォンテーヌの最高審判官なんだ。ほら、あそこ。あのポジションは昔からヌビレットさんのものなんだよ。フォンテーヌの公正の象徴と言っても過言じゃない。そうだったのか。さっきは失礼なことを。そんなに大物だったなんて。気にするな。最高審判官などただの仕事に過ぎない。一人一人に自分のポジションがあるように、私も特別なわけではない。それから多少不本意ではあるが、一応言っておこう。さっきからずっと校舎の貴賓席からポーズを決めている奴がいる。君たちの目に初めて映った時に最もかっこいいと思い込んでいる姿を見せたいがためにな。気づいてやってくれ。でないと落ち込んでしまうだろうから。うわぁ、水人フリーナ、なんかすっごく得意げな表情だな。お前に見破られたことになんか全然気づいてないみたいだぞ。それはよかった。彼女のことは気にするな。私たちは公演に集中しよう。フォンテーヌの水人と最高審判官ってこんな関係なのか。さて、もう少し待っててくれるかい？もう準備はほとんど終わったよ。観客が入り終わったら公演開始だ。やっとか。オイラ、生でマジックショーを見るのなんか初めてだ。すっごく楽しみだぜ。おお、暗くなったぞ。もうすぐ始まるのか。ごめん。本日はお忙しい中、エピクレシス歌劇場へお越しいただきありがとうございます。本日のパフォーマーリネです。こちらは僕の妹で最も重要なアシスタントのリネットです。さあ、みんなに挨拶して。こんにちは。眠そうに見えますが、こう見えて緊張してるんですよ。好きに言うといいわ。皆さん、こう思っていませんか？自由に元素力を使える神の目を持つ我々にとっては、マジックなんて簡単だろうと。ならば、ここに約束いたしましょう。今日この舞台上で起こることは全て、元素力とは無関係です。私もリネットも、すでに神の目を外しました。これで神ですら手を差し伸べることはできませんね。なるほどな。いわゆるマジックと魔法の違いってやつだな。もう待ちきれないという皆さんのために、早速幕開けとしましょう。リネットはこれから少々準備に取り掛かります。どうか寂しがらないで。少しの我慢ですから。すぐに思いもつかないような形で再び登場し、注目の的となってくれるでしょう。あ、それから最後に一つ注意事項を。瞬きのタイミングは慎重に選ぶこと。マジシャンの極意は、有から無へ、無から有へ、千変万化を成し遂げること。
近頃の観客はみんな伝統的なマジックなんて当人に飽きている。僕が唯一無二であると証明するにはどうすればいい？ここで難題を一つ。注目の中、この水の牢獄から妹の姿を消してみせましょう。そう難しくはない。人を泡に変え脱出させるだけ。道具の点検はあれほどしとけって。蓋が閉まれば空気でさえ出られない。初心者なら大慌てのところだ。幸い舞台にいるのはこの僕。真の実力をお見せしましょう。リネット、まだいるかい？あんまり離れないで。魔力が尽きたらバレちゃう。うん、ただいま。私たちに簡単に見破られてしまうくらいなら、彼の技術もまだまだ鍛錬が必要ということになってしまう。マジックを鑑賞するときは、声に隠された手法よりも舞台が織りなす過程に目を向けるべきだ。確かにな。リネットが出てきたときはびっくりしたぞ。本当にすごいぜ。ありがとうございます。こちらのパフォーマンスにはご満足いただけましたか？しかし、この不思議な旅はまだ終わりません。これよりもさらに驚くような瞬間を用意していますよ。転移と消失のマジックは、まだまだ進化するんです。皆さん、水槽脱出のマジックは、一切の隙もないように見えたけど、結局リネットが相手だったから成功したんだ、なんて思っていませんか？リネットが助手であれば、事前に準備する時間は十分にあると。ならば次のマジックは、ここにいる幸運なお客さんに手伝ってもらいましょう。さあ、魔力に満ちた箱を舞台へ持ってきて。さて、箱は全部で二つあります。一つはここに、もう一つは、観客席中央の通路に。勘の鋭いお客さんはすでにお気づきでしょう。そう！次のマジックは入れ替わりです。選ばれたラッキーなお客さんには、僕がこちらの箱に入るのと同時にあちらの箱に入ってもらいます。そして1分後、お互いの箱から姿を現してみせましょう。皆さん、僕が細工できないよう視界の箱から絶対に目をそらさないでくださいね。どうやってやるんだ？な、リネって本当に魔術が使えるんじゃないのか？ラッキーなお客さんが誰になるかは、このナンバー抽選機で決めましょう。この機械は完全にランダム。この幸運が誰に訪れるのか、僕にだってわかりません。では、始めますよ。どれどれ？ああ。第7列、3番目のお客さん、おめでとう！直々にこの不思議な1分間を体験できますよ。
さあ、彼女をマジック箱のそばへ連れてきてくれるかい？箱の中の空間が狭くてごめんね。でもその代わり、緊張がほぐれるよう、中は手の込んだ装飾でいっぱいにしてありますから、あなたは何もしなくて大丈夫です。途中で何か不思議な感覚になったとしても、絶対に出てこないで。マジックが中断されてしまえば、あなたがどこに現れるか僕にもわかりません。気がついたら、メロピレ要塞にいた、なんてこともある。ええ。さて、箱に入る前に、皆さんに一つお願いしたいことがあります。どうか、カウントダウンをしていただけませんか？ 60、59、58、という風に、一つずつ数えてください。少し早くなったり遅くなったりしても構いませんよ。暗い箱の中では何も見えませんから、皆さんの声だけが頼りです。あ、意地悪はなしですよ。30秒で60回を数え切ってしまわれては、僕も困っちゃいますから。そんなこと言われたら、逆に早めに数えたくなるぜ。いひひ。おっと皆さん、だいぶ意地悪な表情ですね。やっぱり事前に練習しておきましょうか。60、59、58、いきますよ。せーの、60、59、58。そうそう、そのスピードです。それを保ってくださいね。それではカウントダウンが終わった後、もう一つの箱でまたお会いしましょう。私は心の中で数えよう。観客の音量はすでに十分だからな。これは身分と性格によるところだ。気にせずパフォーマンスに集中するといい。そっか、真面目な表情だったからこういうの。40、39、38。リネさん、いるか？準備はいいか？慌てないで、今魔力の方向を確認してるから。どこか変な場所、例えば観客席の上に出て落ちちゃったりしたら、それこそ事故になっちゃうからね。なんかリネのやつ全然急いでる感じがないよな。お、何の音だ？な、聞こえたか？まあいいか。25、24、23。どういうことだ、リネさん。まだ箱の中にいるのか？うっかり装飾を落としちゃってね。直そうとしたんだけど、中が真っ暗で右も左もわからないや。もう時間がない。装飾なんて気にするな。パフォーマンスの方が大事だ。それはダメだよ。パフォーマンスに欠陥があってはならないんだ。安心して、まだ20秒もあるから。やれやれ、予想外の状況が多くてすみません。なんだかカウントダウンがどんどん早くなってきてる気がしますが、いいでしょう。一つ一つ数えるのは確かに疲れますからね。あと十数秒、十分です。準備はほぼ完了。いや、二人の位置を入れ替えるのは大掛かりだね。僕みたいな熟練の魔術師でも一回で成功できるかどうか。ねね、僕は後ろに行けた。箱の中は同じだからわからないや。え、また失敗。ね、もう一度。ちょっと待ってて。もう
なんてことだ。まさか、これ、本当に事故なのか？箱の中には、まだ人がいる、よな。公演中止だ。医療スタッフは私についてこい。警察隊は現場を保護し、すべての出演者を抑えろ。歌劇場の出入り口も一時的に封鎖する。その通りだ。事故なら原因を特定しなければ。事故じゃなかったら、その時は、正義の神の審判は免れない。君たちも慌てなくていい。何が起こったのかは、すぐ把握できるだろう。不幸なことに、マジックボックスにいた人は、すでに息を引き取っていた。死者の名は、コーウェル。リネマ実弾のアシスタントの一人だ。舞台上の花火が水槽上部のロープに引火したことが、水槽墜落の直接の原因となった。なぜ箱の中にいたのが、選ばれた観客でなくコーエルだったのかについては、まだ原因を突き止められていない。だが警察隊が捜索したところ、あの少女は蒸発したかのように行方知れずになった。こうなれば、もう単なる舞台の事故とは言えない。連続少女失踪事件に属する一連の事件とも多くの特徴が一致している。連続少女失踪事件？連続少女失踪事件って、シャルロットが言ってたあの事件のことだよな。わかった。わかったよ。一目で見通せる謎を目玉にしてくれるとは。僕たちも見くびられたものだね。腕の立つ全能の魔術師リネ君こそが連続少女失踪事件の首謀者じゃないのか。どうして僕が。これは完全なアクシデントだ。全てはマジックショーの最中に起こったことだ。少女が選ばれて消えたことも、君のアシスタントが帰らぬ人になったことも、今にして思えば前置きの言うから無へ、無から有へは一種の挑発だったわけか。嘘だろ？本当にリネなのか？でもこいつはずっと舞台上の箱の中からオイラたちに話しかけ続けてたんだぞ。それにこいつは出会った時から連続少女失踪事件の犯人を捕まえたいって言ってたんだ。自分を。いい争いはそこまでだ、フリーナ殿。今の発言はリネ君やその仲間に対する告発と受け取ってよろしいか。え？僕はただ彼のことを。告発について話すには時期尚早じゃ。フリーナ様の推理、確かに理にかなっています。自ら正義の主宰をされるんですね。トリックの裏に隠された誘拐と殺害の事実を一言でズバリと言ってのけるとは、さすがフリーナ様。古本、その当たり前だろう。見えすいた真相より目の前の相手の方が僕を興奮させてくれるんだ。さてそこの異教の旅人よ、君は手を差し伸べるんだろう。この前はリネ君に大いに助けられたはずだからね。なら問題ないね。諸君、実はこの旅人と初めて対面した時に僕らはすでに一度対決を行っているんだ。それがまさかリネ君の助けで引き分けになってしまうとはね。ふん、引き分けというのは一番つまらない。いずれ必ず君との決着はつく。そのクライマックスが遅かれ早かれ訪れるとするなら、歌劇のフィナーレにこそふさわしい。あいつあの時負けたよな。よかろう、告発成立だ。告発があれば審判するのみ。旅人、フリーナ殿は君を相手として見ている。彼女の大げさな言い方を置いておくとして、君自身の意見を聞こう。君はリネ君の味方となって彼を擁護し、彼の代理人になる気はあるか。わかった、審判は明日歌劇場で取り行う予定だ。双方自由に事件を調査し真相を究明するがいい。
イェネ君と彼の魔術団には当事者として全員歌劇場で待機してもらう必要がある。残りの観客は警察隊の確認が取れ次第順番に退出してくれ。一日はあっという間に過ぎゆくものだ。名高き大物の君が一体どんな波を巻き起こせるか心から楽しませてもらうよ。君たち驚かせたよね。当然だろ。目の前で事故が起きてびっくりしないやつなんかいないぞ。そっか、僕もだ。コーエルがなんでこんなことに。さっきはみんなの前だったが今は僕たちだけだ。正直に言ってくれていい。君は僕が犯人だと思うかい？そうだね。僕でさえ事情を把握できてないんだ。君にとってはなおさら判断しづらいと思う。周りから見れば僕は第一容疑者なんだろうけど、僕からすればこの一件は謎だらけだ。解せないことばかり残ってる。舞台上の不測の事態が単なる事故だったのかどうかもわからないし、コーエルがどうしてあそこにいたのかもわからない。それと選ばれた少女がなぜ突然行方不明になったのかも。誰かが細工をしたとしたら一体どんな手段を使ったんだろう。このトリックをよく理解している人でも1分以内にそんな細工をするのはどうしたって不可能なはず。うん、それこそ調査の価値があるぜ。本にも書いてあったぞ。不可能なことは起こりえない。起こったなら必ず可能性はあるってな。街で本を読んでた時かっこいいなと思ってついでに買ったんだ。ああ、モラはオイラがコツコツ節約してた分で。かわいい。よくわかってるじゃないか。君の言うことも一理あるな。こうして落ち込んでないで早くいつもの調子に戻らないとね。とは言っても今は僕とリネットの一挙一動に警察隊が目を光らせていて、自分たちで容疑を晴らそうとするのは至難の業だ。君が僕の代理人になってくれて本当によかったよ。重ね重ねありがとう。今頼れるのは君たちだけだ。よろしく。おう、安心しろ。あ、そうだ、調査の前に一つ聞いていいか。リネがマジックをやってた間リネットはどこに行ってたんだ。あれか、トリックの核心となる秘密に触れてしまうんだけど。秘密はもう守れないと思うよ、リネ。そうだな、これほどの大事件になってしまえばマジックの種もきっと証拠として審判に関わってくる。残念だ。マジシャンにとってマジックショーは一種の創作物だとも言える。僕たちは本当に多くの心血を注いできたんだ。でもこの秘密が事件の真相を見つけるのに役立つのなら、それもまた相応の価値を発揮できたって言えるはずだ。トリックを解説するならここを出ないと。僕たちは警察隊に話してくるから、君たちは舞台と客席の方を先に調べててくれるかい。うん、それじゃあ行こう。ここにいる観客がみんな行ってしまう前にな。名探偵がついに動き出すぜ。おまわりさん、こんにちは。調査に何か進展はあったか。なるほど、あんたがフリーナ様の言ってた異教の旅人だな。先に言っておくが、このトラブルに首を突っ込まない方がいいぜ。え、どういう意味だ。ついてくればわかる。死者はコーエル、ミネのアシスタントの一人で入団して間もなかったが、
コツコツ頑張ってるってんで、みんな彼に対しては好印象を持っていた。アシスタントの仕事は主に道具の設置や点検、それから舞台上でショーに協力したり雰囲気を作ったりもする。水槽が突然墜落して箱の中にいるコーエルに当たってしまったとこは、客席にいたあんたらも見てたはずだ。そこが消せないところなんだ。調査は行われているものの、残念ながらあの少女の行方は未だに特定できていない。だがこれを見ろ。マジックボックスはちょうど水槽の真下にあり、ロープは花火に燃やされて切れちまってる。事故として見るにはあまりにもできすぎている。だがこれが入念に計画された事件なら、この配置にも納得がいく。そしてリネこそがこの全てを実現できる可能性の一番高い人物だ。でもあいつに動機なんかないぞ。あんたらはリネの親友か？そこまでじゃないし、短い付き合いだけど。短い付き合いだけでそこまでの信頼を得られ、さらに代理人まで喜んでやらせるとはな。この世に魔術なんてものが存在しないことは知っている。そして魔術師が一番得意なのは人々を意のままに操ることだ。俺はおびただしい数の事件を見てきた。人というのは全ての証拠の中で一番信頼に値しないものさ。すまない、俺はストレートに話しちまうタイプなんだ。善意で忠告していることだけ分かってくれりゃいい。もし気になるなら事件現場を調べてみてもいいだろう。何か予想外の収穫を得られるかもしれんしな。近くを調べてるだろう。私もちょうど興味があってね。もし何か目新しい情報があればお互い情報交換できる。そう思わないかい？こっちは今のところまだ目処が立ってないんだけど。だったらまずは私の推論を聞いてみないか？私が思うに全ての起因はあの鈍い音だと思う。大きな音じゃなかったけど、多くの人に聞こえてたはずだ。ただみんなリネのマジックを心待ちにしていたから気にも留めなかっただろう。しかし事件となるとあれも重要な手がかりになるというわけだ。一理あるな。で、お前はどう考えてるんだ？そうだな、リネの共犯者によるものかもしれないと考えているよ。例えばリネットが水槽の上にジャンプした音とかね。そして花火が爆発した瞬間を利用してナイフでロープを切り水槽を落としたんだ。ジャンプした音にしちゃ大きすぎなかったか？そうな、バランスを崩して激しく転んでしまったんじゃないか？確かにな。他の可能性も考えてみるよ。でもおかげでオイラたちも思い出したぜ。あの物音は一体何だったんだろうな。
ずっとあんたたちのことを観察してたの。え、おいらたちか。そうよ、あんたたちも茨の道を越えて真実を追求したいんでしょ。しかもその格好、フォンテーヌの人間じゃないね。それはそうだけど、お前らは誰だ。スピナディロースらの名は知ってるでしょ。紛争の仲裁、保護の提供、難題の解決、どんなこともそつなくこなす何でもござれの民間組織スピナディロースら。そして私こそ名高きスピナディロースらの現会長ナビア。でもまあ、うちのルールじゃ私のことはボスって呼んでもらってるけど。自重のシルバだ、よろしく頼む。私はマルシラック、お会いできて光栄です。普段はお嬢様の身の回りを責任を持ってお世話いたしております。あれ、ボスだったりお嬢様だったり、どういうことだ。実は私、二代目の会長なんだよね。マルシラックたちはまだ昔の呼び方が抜けないみたいだけど。申し訳ありません。もしお嬢様がボスという呼び方を好まれるようでしたら、今後はそう呼ばせていただきます。いいのいいの、あんたたちも私のことはボスじゃなくてナビアって呼んでいいよ。うわ、わかったし、って違う、俺たちはもともとスピナディロースらの人間じゃないだろ。細かいところは気にしないで。それよりこの事件について話しましょう。まあね、パパの昔のことでずっと連続少女失踪事件には注目してるの。現状から見ればリネは黒幕なんかじゃないと思う。え、本当か。オイラたちも同じ考えで、今必死に手がかりを探してるところだぞ。ちなみにお前はどうしてそう思ったんだ。もちろん私の鋭くてよく当たる勘よ。フリーナ様ってば、いきなりリネに矛先を向けたけど、決定的な証拠なんて全くなかったじゃない。彼女はいつもあんな感じ。大審判官が彼女の話を遮って告発するかどうかを聞いたでしょ。あれ以上調子に乗って不謹慎な発言をしないようにってことなの。告発したら審判のプロセスが始まることになる。その雰囲気の中じゃフリーナ様は絶対に引かないでしょ。お前が水人を信用してないだけのように聞こえるけどな。じゃああんたはどう思う。確かにあの水人は面白い。でも彼女が好きだからって盲目的に支持するわけにもいかないでしょ。さてと、あんたたちの質問には答えた。次は私の質問に答えてもらうよ。なんでだよ、今のもカウントされるのかよ。知ったこっちゃないね。まあご心配なく、きっとあんたたちにとっても価値ある質問だから。あんたたちは審判を過激として楽しむ行為は正しいと思う。理由は。シルバー、この二人はただものじゃないってさ。お嬢様のご判断は実に的確でしたね。こちらの旅人の回答は非常に優れていると思いますよ。人々がどんなに素晴らしい脚本を期待していても、ここで上演される審判の講演は事実に基づいていなければなりません。もしそれが両立できていたならボスも。はいはい、話はそこまで。とにかくあんたの答えは気に入った。あんたたち合格よ。私は少し準備するから後で一緒に調査しましょう。そうね、あんたたちは私の助手ってことで。おい、なんでいきなりそんなことになるんだよ。ん、それじゃあ私があんたたちの助手をやろうか。あ
相棒でも何でもいいよ。私は気にしないから。へん、そこなくっちゃな。自慢話のように聞こえるかもしれませんが、お嬢様の直感はもしかすると真相へと導く大きな力になるかもしれませんよ。あなた方はご友人が濡れ衣を着せられることを望んでおらず、私たちも失踪事件の真相を突き止めたいと思っている。この点において私たちの目標は一致しているはずです。確かに一理あるぜ。おじちゃん口上手だな。そっちの兄ちゃんはどう思う？ずっと黙ってるけど何か心配事でもあるのか？異論はない。あの、そうかよ。それじゃあ少し準備するから、後でマジックの種を解説するときには私たちを呼んでね。じゃ、サンキュでしょう。それもできなかったはずです。なんでそう言い切れるの？あの時私は入り口付近の警備をしていましたので。ここからではリネのマジックをなかなか見れなくて実に残念です。運が悪いので仕方ありません。でも私は勝手に持ち場を離れたりせず、歓声がどれほど大きくてもずっとここに突っ立っていました。誰かがここを出るどころか扉に近づいただけで私はそれを感じられます。メリュージーヌはこういうことに長けていますから。つまり少女はここから離れてないってことか。よし、わかった。ありがとな。すっごく価値のある手がかりだったぜ。
あちこち見て回ってくれていいぞ。こんにちは。何について調べてるんだ？ああ、魔術団のメンバーはみんな重要な容疑者とされているから、ここも封鎖されて警察隊が取り調べを行っている最中なんだ。ここの席は予約制だからね。予約リストから失踪した少女の身元を突き止められた。機密情報じゃないから別に構わないよ。これから住民たちにも捜索に協力してもらえるよう情報公開する予定だしね。彼女の名はホールジー。フォンテーヌ人でそこそこ有名な画家だ。調べによると彼女は捜索のプレッシャーが溜まっていて、それでここにマジックショーを見に来たらしい。それとここの常連じゃない。魔術団の人間はみんな彼女を知らないと言っている。彼女の人間関係についても調査済みで、容疑者との間に恨みや利害なんかのもつれはない。まあ要するに完全に無関係ってことさ。今までの連続少女失踪事件と全く同じだよ。これまでの事件もターゲットはランダムに選ばれてたのか？少なくとも俺たちから見ればそうだね。年齢の近い若い女性っていう身元の情報を除けば何の関連もなかった。なるほどな。気にしないでくれ。もしこの後あの女性を見つけることがあれば必ず俺たちに連絡を入れてくれよ。連続少女失踪事件の解決はかなりの重要事項だからな。調査チームの方から新しい情報が入った。あの抽選機、やっぱり問題があった。ほら、だから言ったでしょ。もし選ばれたのが男だったら、果たして犯人は予定通り動いてたかって話ですよ。邪魔して悪いけど、オイラたちリネとリネットを手伝って事件の調査をしてるんだ。今の話どういうことなんだ？彼らを手伝う？それは難しいだろう。公演の時、リネはランダムで幸運な観客を選び、その後その少女が行方不明になったってことになるでしょ。その時からすでに私たちはあの抽選機に問題があるんじゃないかと疑ってて、そのまま調べてみたんです。ああ、そして結果、あれはランダムなんかではなく、どう押しても決まったものしか出ないと分かった。知っていると思うが、歌劇にしても審判にしても事前に登録しなくちゃ席が取れないんだ。言い換えれば、誰がどこに座るかということをリネは最初から把握していたはずだ。確かに、オイラたちの席もリネが手配してくれたんだよな。私がなぜ難しいと言ったか、わけが分かっただろう。リネに不利なことだけど、一応メモしとこう。これで公演現場の見とかなきゃいけないものは全部確認できたよな。リネたちと警察隊との交渉はどうなってるだろう。様子を見に行こうぜ。もうすぐマジックの食べ明かしだ。すっごく楽しみだな。わかりました。私が同行しましょう。監視役のほか、もろもろの記録もさせてもらいます。うん、ありがとう。話を聞いてくれて。できたらバラの一輪でも出して君にあげたいくらいだよ。建前は結構。こちらも責務ですので。あなたたち来たのね。ん？隣にいるのはスピナリオーサのエンジェル。ピストルの弾丸よりも強力な助っ人。ごめんごめん、私は何
その人たちの相棒よ。この件が気になってちょっと首を突っ込ませてもらおうと思ってね。彼らは私の仲間だけど、参加させてもいいよね。私は構わないけど。へえ、新たな助っ人まで来てくれるなんて本当に大感激だ。興味本位って言った方がいいかもよ。何しろこれほど大規模なマジックの種を直に見られるなんてめったにあることじゃないし。僕を認めてくれてありがとう。じゃあ行こうか、下へ。下？このマジックボックスの下には交換マジックのために用意した秘密の世界が隠されている。ただ僕から種明かしをする前に、まず自分で確認してみてよ。怪しいことに気づけるかな。別にもったいぶってるわけじゃないよ。マジックの詳細を思い出してくれればトリックは簡単に理解できるはずさ。あれ？ここって風船と飾りがあったはずよね。なんで消えたんだろう。その調子。まあ真相まではまだ遠いけど。扉の向こうって内側のことか？どこが違うんだ？おいら全然思い出せないぞ。すごいね。最前列に座ってたからよく見えなかったんじゃないかと思ったけど、ショーの時ここの内側には模様が入ってたけど、今はその模様が消えて滑らかな板になってる。この二つのことから考えて何か思いつくことはある？大正解だ。さあ行こう。降りてから詳しく説明するよ。この空間を見れば答えはもう半分以上分かったと思うけど、二つのマジックボックスはちょうど地下道の両端の入り口の上にあったのさ。このトロッコに気づいたかい？幸運な観客の入った箱はこのトロッコに乗せられて向こうに送られる。トロッコには昇降機能もあるし、プレートを回転させて箱の向きを正すために調整することもできる。わかった。それが二重箱の役割でしょ。その通り。内側の箱は観客が入ってから下に降り、トロッコに乗せて移動する。外側の箱は舞台の上に残っていて何の変わりもない。なるほど。そういうことだったのか。箱を下ろしたら、トロッコはここの装置からエネルギーを補給するんだ。残りのステップを完成させるためにね。観客にとっては暗闇の中をゆっくりと移動しているようにしか感じられず、外に出た時にはすでに舞台の上に立っているというわけさ。そうだぞ。お前はずっと喋ってたし、最後は一回外に出たよな。それはもちろん蓄音装置を使ったのさ。リネットが操作してくれるんだ。僕とアシスタントは先に会話の内容を決めて、カウントダウンが始まる頃には僕はもう地下道に飛び降りて向こうの箱に移動し始めてたんだよ。あのはしごを使ってね。リネットはあの時どこにいた？私は箱の後ろの仕切りにいた。あ、なるほど。それでアシスタントのセリフに合わせられた。ちなみに最後に箱から出てきたのも私。双子だからね。服を変えれば気づかれないよ。僕の一番誇れるところさ。これは僕とリネットにしかできないマジックなんだ。はい、そっかそっか、なるほどな。リネットは一旦箱から出てきてまた中に戻る。でトロッコに乗った箱が上がってくる前に地下道へと飛び降りて無事に脱出する。そして僕が観客席側の箱から出てきてマジックが完成するはずだったんだけど、
結局箱の中にいたのはあの観客じゃなくてコーエルで、さらに不可解なことに観客も消えてしまった。全く理解不能。こんなことが起きなければ見事なマジックだったでしょうね。私にはこんなトリック一生かけても思いつかないよ。ましてやこのマジックを利用して罪を犯す人がいるなんてね。少し見て回ってもいいかな。もっと手がかりが見つかると思うんだけど。ここは重要な事件現場ですので、リネとリネットがここに留まることはできません。二人は連れて行きますね。ああ、分かったよ。別にそんなにじっと見てなくたって、突然姿を消したりしないんだけどな。みんなありがとう。あとはお願いね。足元が水で濡れておりますので、通るときには滑らないようお気をつけください。確かに、どうしてこんなところに水なんてあるのかしら。おお、おいら知ってるぞ。あれだろ、あれ、瓶に水を入れてひっくり返すと水が消えてしまうってやつだ。この瓶が割れてるのはひょっとしてトロッコが通ったときにぶつかったのか。でも変じゃない？はずっとレール上を走ってたはずだから、この距離じゃぶつからないはずだけど。とりあえずメモしとこう。後でまとめて考えようぜ。これ選ばれた子が着てた服でしょ。服だけ残されて人が消えちゃったなんて。第一、誘拐するのに逃せてから連れ出す必要なんてあるか。問題ないかもしれませんが、誰かを連れて行くとなると狭すぎるでしょう。でも他の出入り口なんてないだろう。確かにな。とりあえずメモだ。上に戻りましょう。
状況はほぼ確認済みね。マルシラックが戻ったら場所を見つけて手がかりを整理しましょう。辻褄の合わないところがたくさんあったから。お待たせしました、お嬢様。警察隊の人は何て？犯人は通気口から逃げたの？その可能性はかなり低いと考えているようです。通気口は歌劇場の地下室とつながっているそうですから、警察隊員が入念に確認したところ、公演中も事故の後も地下室から出て行った人はおらず、そこに隠れている人もいなかったそうです。ってことは地下道はいわゆる密室だったってことか？お前らも知ってるだろうけど、小説じゃよくあるパターンだぞ。でもそれじゃあなおさらおかしいね。ホールジーの失踪もコーウェルの死もどっちもわけがわからない。道理でフリーナ様はあんなに自信に満ち溢れてたわけね。今のところ手がかりはみんなリネとリネットを指してるみたい。はい、言い換えればこのまま足踏みし続けていると告発が成立してしまう可能性が非常に高い。告発？審判？もし告発が成立したら判決が出るのか？それが歌劇場審判の流れよ。裁判期間中、最高審判官と有識は双方の発言に耳を傾ける。うん、立証混合エネルギーはその過程で生まれるんだもん。双方の発言、代理人の弁護、証人の証言、それと監修たちの感情も含めて全てが有識に表現される。有識は分かりやすく言うと自意識を持った一人の審判官みたいなものってことよ。このおかげで最高審判官様が私利私欲で不正を働く可能性も回避できます。無論実際にそういったことは一度も起こっておりませんが。双方の発言が終われば最高審判官が最終的な判決を下す。その意見も有識は参考にするの。そして最後、役人が有識に尋ね、そこで導き出された結果こそが正義の意思を。最終的に決めるのはあのデカボツだったのか？もや、てっきりヌビレットだと思ってたぞ。実際大きな違いはありません。双方の判決はいつも完全に一致しておりますから。フォンテーヌの人々は最高審判官様のことをとても信頼しています。それから警察隊からもう一つ、私たちは全員審判が始まるまでここを離れられないとのことです。え、なんでだよ。私たちはリネ様とリネット様の代理人として行動することを決めましたから、当然事件の関係者にもなったわけです。私たちが外の者と通じて示し合わせたり、局面を打開する助っ人を呼びに行ったりするのが心配なんでしょ。仮にそうでなかったとしても、私たちが事件の重要な手がかりを先に流してしまうのは奴らにとって面倒なことだしね。ドアを破壊して出るならもう準備はできている。おいおい、そこまで深刻な状況じゃないだろう。警察隊の考えにも一理あると思うけど、本当にそうなんだったらご飯はちゃんと出るよな。もちろんです。ただし選択肢は限られていて、一人一人の好みには合わせてくれませんし、栄養バランスも保証できません。だったらこのままここで手がかりを整理しましょう。本当はフォンテーヌ邸で一番有名なスイーツショップに招待しようと思ってたんだけど、糖分とお茶があってこそ落ち着いて優雅に推理できるからね。そうでしょ。おいら今ドアを破壊して出るのもいいかもって思った。うん、冗談だよ冗談。ん？何言ってるの？スイーツならあるから大丈夫。お店に食べに行けないなら自分で作っちゃえばいいでしょ。え、ここでどうやるんだ？かしこまりました、お嬢様。それでは皆さん、私についてきてください。
いつでもお嬢様にお菓子作りの趣味を楽しんでいただけるよう常に準備は万全に整えております。卵、砂糖、アーモンド全部あります。さすがあんたたちだね。それじゃあ今作るからちょっと待ってて。私自慢のデザート作りの腕ぜひ味わってちょうだい。この三人おかしいぞ。持たせたみたいにお菓子を焼くときもこいつらをこき使うのかと思ったけど、まさか卵白を泡立てたりアーモンドパウダー作りをしたりするとこまで全部お前一人で完成させるなんてな。私は拍手していた。私も微笑みでお嬢様を励ましておりましたよ。綺麗な服を着てるお嬢様なのに卵白を泡立てたりして、汚れるのが嫌じゃないのか。お嬢様が本を読んだりお茶をたしなんだり馬に乗ったり琴を弾いたりすることしかできないなんて誰が決めたの。私はただデザートを作るのが好きなだけ。卵白の泡立てを舐めないでよ。結構腕力が鍛えられるんだから。それに焼きたてのマカロンが割れちゃわないように泡立てるときは程よく力を抜くのも大事なの。ほらほら食べてみて。焼きたてほかほかのマカロンよ。一人三個あるからね。おい、三個だけかよ。甘いものを食べ過ぎても良くないからね。頭がクラクラして事件のことに集中できなくなるでしょ。紅茶のご用意もできました。お嬢様の一番お好きなお茶ですよ。濃密な花の香りが気分を良くし清々しい心持ちにさせてくれます。お構いなくやるべきことをやったまでです。さてと本題に入りましょう。さっき話に出た通り地下道は密室のような環境だった。だけどこのほぼ閉ざされた環境の中にリネとリネット以外の容疑者はまだ存在しない。ただ犯行の可能性はあっても二人には全く動機がない。そうだぞ。よりによって一番目立つタイミングを選ぶなんてどう考えてもおかしいぜ。地下道の花瓶、そして公演中に聞こえたあの鈍い物音、もしホールジーが地下道で犯人と揉めてたんだとしたら、その結果花瓶は割れ服は投げ捨てられ彼女はさらわれてしまった。もしかして少女が人前で選ばれたから犯人は服を脱がせないとすぐ見つかってしまうって思ったのかしら。筋は通ってるけど一番肝心なのはやっぱりだね。私たちが見つけた手がかりはどれも第三者がいるって仮説の裏付けにはならなさそう。でもそれじゃ残されたのは行方不明のホールジーと死者のコーネル。どっちも今のところ被害者なんだけど、まさかホールジーはコーエルを殺そうとしててこっそり道具に細工して一人で逃げたんじゃないか。そうよ。仮に道具に細工できたとしてもマジックの全貌を知ってないと何をすべきかわからなかったはず。それに彼女には動機がない。警察隊の人も言ってたでしょ。ホールジーは魔術団の人とつながりがないって。オイラたち何か見落としちゃったのかな。今の流れだと本当にありえない事件になっちゃったぞ。それにしてもナビアの焼いたマカロン本当にうまいよな。香ばしくてサクサクですっごく甘いぞ。当たり前でしょ。これは私のお箱だもん。でもあんたったらもう5個も食べてるよ。え5個？いよいよ3個だぞ。おやちゃんと数えてたんだからな。お気になさらず、食べてしまったものは仕方ありません。
私もいい年ですから、甘いものは控えた方がいいでしょう。いやいや、食いしん坊かどうかとどれくらい食べたかは全く別の話だぞ。多く食べちゃったら他の人の分が減るってことくらいオイラにもわかる。お前までオイラを信じてくれないのか。誓ってやる。もしオイラがマカロンを煮たいいってわかったから。会話に夢中になるあまり誰かがうっかり食べ過ぎたのかもね。大したことじゃない。マルシラック、鍋をセットして、オーブンの用意をして。え、何をする気だ。みんなマカロン3個は絶対食べなきゃダメ。そうだぞ、面倒だし。かしこまりました、お嬢様。今すぐ用意いたします。卵、砂糖、アーモンド、全部あります。本当にお前の趣味なんだな。よし、スイーツタイム終了。私はもう一回周りを回ってみるよ。今のところ解決の糸口は見当たらないけど、時間はまだ残ってる。代理人なんだし、あんたたちもとりあえず事件を推理してみるといいと思うわ。舞台に上がった時に何も言えなかったら気まずいでしょ。うん、わかった。手伝ってくれてありがとうな。それに美味しいものまでごちそうしてくれて。いいのいいの、スピナディロースラにとってはこんなのなんてことないよ。マルシラック、シルバ、行くよ。新しい発見があったらまた戻ってくるから。フリーナ様が完全に理解できたとは思えないもんね。ありがとな、ナビア。それじゃあ行ってくるぜ。うん、幸運を祈ってるよ。やっと君たちに会えた。どう？調査の方は順調？う、実を言うと、がっかりさせちゃうかも。いいえ、手伝ってくれたこと、すごく感謝してる。君たちのその落ち込んだ様は何だい？調査には何の収穫もなかった。そうだろ？まあ、当たり前とも言える。罪ある者から無罪の証拠を見つけ出すことなど不可能だからな。だが、ここで止まってくれるなよ。君は僕が一番相手にふさわしいと見込んだものだ。あっさり降参されてしまっては、がっかりだからね。
双方が揃った。これよりマジックショーで起きた突発事件に関する審判を始める。ではまず、この場にいる観客が事件の経緯を理解できるよう、被告人リネにマジックの種について解説してもらう。はい。僕が説明し、リネットは舞台で実演してくれます。道具も用意できました。では被告人、君の証言を整理してみよう。マジックが始まった時、君は観客席側のマジックボックスに入って隠れていた。故に犯行を実行できるはずがない。この理解に間違いはないかね。はい、大審判官。それではフリーなど、原告側としてこれに対する反論はあるか。ああ、当然だろう。最初の日は僕がつけてやろう。リネ君、君は嘘をついている。君はホールジーをさらい、コーエを殺害しようとしたのだから、長い間地下道や箱の中になんぞいられたわけがない。それはあなたが僕を有罪だと判断したことに基づいて推測したにすぎません。そう。じゃあ君は箱の中にいた時何か聞こえたか。もちろん、耳をつんざくようなカウントダウンの声です。それで時間を把握してサプライズを生み出すわけですから。その他は印象的な物音とか。ありません。しかしカウントダウンが30秒台に入った頃、会場には鈍い物音が響き渡った。誰もが聞こえていたはずだと思うけどね。おい、なんかおかしいぞ。確かに、あんな大きな音、箱にいたなら絶対聞こえたはずなのに。あの時俺は箱の近くの席ではっきり聞こえたけどな。あの天秤、まさか。翔くん、マジシャン本人の言葉を借りようか。瞬きのタイミングは慎重に選ぶことってね。全員見ただろ。今のがまさにアリバイの崩れた瞬間だ。もちろん君のアリバイを崩すだけでなく、別の武器も用意してある。僕はとっくに準備万全だよ。世の中には根拠のない自信というものは存在しないのさ。君とリネット君はハウスオブハースの人間だろう。ハウスオブハースだって。道理でそんなことを。連続少女失踪事件はファデュイの仕業だったのか。なんか一番納得の答えだな。じゃあ舞台上の予期せぬことも事故とは限らねえな。一体何の関係が。僕とリネットの身分はこの件とは無関係のはずだ。確かにね。だったら皆の前であの1分間の出来事を思う存分最初から最後まで説明するがいい。今の君にとっては疑いを晴らすのが最優先だ。言えないことなんてないはず。まあ脚本がすでに矛盾しているなら話は別だけどね。異教の旅人は何も言わなかったが、とても驚いていたように見えた。次は仲間割れかな。楽勝すぎるね。こんな尋問に緊張して一晩中眠れずにいたなんて、まったく損したよ。やれやれ。おい、リネ、なんでそういうことを教えてくれなかったんだよ。静粛に。被告人リネ、フリーナ殿が挙げた二つの観点について改めて確かめさせてもらう。歌劇場で鈍い音が聞こえた時、君は箱や地下道にはいなかった。そして君と君の妹がハウスオブハースのものであること、それは事実なのか。
私の質問に答えたまえ、被告人。ごめん。はい、大審判官。すべてその通りです。やっぱり！ここまで来たら、もう判決を下していいでしょ？どうぞ。ではあなたの主張は？そんな必要ねえんじゃねえの？もう決まってんだし。弁護してくれる人まで騙すやつとなんか、これ以上話しても何も出てこないでしょ。静粛に、合理的な主張だ。これより休廷とし、1時間後審判を再開する。そんな事実を知ってもなおリネ君の弁護を続けるというのか。どうやら僕のお相手のプロ意識は想像を絶するようだ。僕の愛しい監修たちよ、勝利の喜びはもう少し心の奥に沈めておこうじゃないか。まさかあんなことまで水神様に掘り出されちゃうとはね。いや、困っちゃったよ。ごめんね、旅人パイモン。ごめん。もうどこから突っ込めばいいかわからないぞ。あれだけお前らを信じてたのに。調査するとき、オイラたちの推理は全部お前らが犯人じゃないって前提の上に成り立ってたんだぞ。ひどい話はしたくないけど。申し訳ない。君たちが怒ってるのは分かってるけど、それでも僕の説明を聞いてほしい。君たちとファデュリの間にはこれまでの旅でいろんないざこざがあったって聞いてる。きっと名前を聞くだけで不快だろう。だけどファデュリという組織はとても大きいんだ。執行官の方々は個性豊かで、成し遂げたいこともそれぞれ全く違う。今私たちは人を助けたいと思ってる。できるだけ多くの人を。そう、この国とここにいる人たちが直面するかもしれない災難に対して、僕たちは感情的な面では同じ立場のはずだ。だから身分さえ明かさなければ、僕たちはとてもいい友達になれるかもしれないと思った。君たちに対して嘘をつきたくなかったから、あえて隠すことにしたんだ。真実は確かに重要だよ。でも全ての真実をいつも明らかにしてしまえば、僕たちは多くの力を無駄に使うことになる。そうだね。だから君に判断してもらおう。いや、もしも僕が君だったら、僕もこのリネってやつは信用できないかもね。偶然の出会い、ファデュイという身分、その上マジシャンとして人を欺く演出を披露するのが仕事だなんてね。でもそれでも僕を信じてほしい。少なくとも今回の事件の犯人は僕じゃない。ごめん、でも許してほしい。そう言われてもな。そうだ、まずはお前の答えを聞いてからじゃないとな。オイラたちの信頼が欲しいなら全部素直に吐くんだぞ。ああ、もちろん何でも答えてあげる。僕たちはずっと油脂最低カーディナルがどのように機能し、なぜ自意識を持てているのか、なぜ全ての罪状を正確に判決できるのかを知りたかったんだ。その後調査をしていく中で、油脂の下にそのコアが存在していることを知った。その時から僕とリネットは交換ボックスのマジックを考案し始めたんだ。真の目的はそのコアに近づくためだった。それが1分間も取ってた理由か。そうだよ。
観客が60回のカウントダウンを終えるにはおよそ75秒かかる。そして僕が向こう側のボックスに入るのには15秒あればいい。だから地下道に飛び降りた後は通気口から歌劇場の地下に向かい、コアのある部屋で調査をしてた。その通気口はこのために地下道を作るときに掘られたの。何にも。部屋について調査を始めようとしたら突然人の声が聞こえたんだ。あまりにもおかしい。当時その部屋にいるのは確かに僕一人だったはずなんだ。他の人が現れるなんてありえない。その声は僕のことを知っているようで僕に話しかけようとした。慎重を期して僕は調査を諦め、すぐに元のルートをたどって戻ったんだ。そして戻るときに割れた花瓶と落ちた服を見た。でも残り時間は少なかったからよく考えている暇はなかった。その後はご覧の通り殺人事件が起こったわけだ。確かにそれならあの鈍い音が聞こえなくて当然だよな。もちろん予言のためさ。予言の危機に対応するために僕たちはこの国の全ての秘密を知る必要がある。そうしないとみんなを救う方法を知ることができないから。これが全ての真相だ。これ以上は何も隠していないって誓うよ。こんな風に君からの信頼を失う状況に置かれることは本当に僕の本意じゃないんだ。でもさっきも言った通り、あとは君が判断してくれていい。ファデュイへの不信感から離れたとしても仕方ないさ。お前が決めてくれ。お前がどう思うと、オイラはお前についていくぜ。そうか、ありがとう。チャンスを与えてくれてありがとう。よし、今の問題はあの天秤がリレとリネットにとってかなり不利になってるってことだな。これからの審判の過程で真実を見つけるには何とかして水神の告発に反論しないと。そうだな。双方、元の位置に戻ったようだな。それでは審判を続ける。宮廷前、被告人リネはフリーナ殿が提出した新しい証拠を全て事実だと認めた。ならばフリーナ殿から事件の状況について述べてもらおう。長い間待った甲斐があった。さあ諸君、よく聞きたまえ。今回はリネ君の視点から事件全体を再現しよう。喧嘩をし、あの鈍く重い音を立てた。リネ君はその音が歌劇場全体にまで響き渡るほどだったことに気がつかなかった。だからさっきの尋問ではわざと聞こえなかったと嘘をついたのさ。最後リネ君は花瓶を使ってホールジーを気絶させ、彼女が誰かということが複
服装から周りにバレないように上着を脱がせた。しかしその時コーエルが異変に気づき、地下道に降りてきて偶然リネ君の犯行を目撃してしまった。そこでリネ君はまたコーエルを気絶させ、彼を箱に入れた。その後リネは気絶したホールジーを観客席側のマジックボックスを通して待機していた仲間に引き渡し、仕掛けを操作してコーエルを事故死に装って殺害した。これこそが事件の全貌さ。原告側が述べた状況説明に対し被告人から反論はあるかね。反論の鍵は時系列順にリネが地下道で何を体験し何を目撃したかってところにある。これは有効な反論にはならなさ。これは話によると、地下に入った後は通気口を通って地下道を離れたから少女と揉めようがなかった。これは、リネは地下道のトラブルに巻き込まれたわけじゃない。ただ戻った時に現場に残された痕跡を目撃しただけ。これは、リネは油漆器のコアを保管する部屋に行った。それが真実のはず。名探偵パイモンから言いたいことがあるぞ。カウントダウンが始まった時、リネは確かに地下道に入ってた。でもこいつはすぐに通気口を通って歌劇場の地下室へ向かった。つまり油漆器のコアが保管してある部屋だ。着いた後リネは誰もいないはずの部屋で話し声を聞いた。それで違和感を覚えたからすぐ部屋から引き返すことに決めたんだ。
庁に戻った時にはすでに犯行現場は出来上がってた。でもマジックを無事に成功させるためにリネは立ち止まってる暇はなかった。そしてリネが地上に戻ったら事故が起きた。これがリネ視点からの説明だ。以上。というわけでリネは無実だ。要するに君たちはリネ君が全く事情を知らなかったと主張してるのかい？あ、そうだぞ。え、僕の推理に？証拠はあるのか？覚えているが、それがどうした？彼がずっとマジックボックスの中にいたなら、その音が聞こえなかったはずがない。ああ、つまり。
第三者がいる。でも本当に死者の名はコーウェル。リネのアシスタントで道具に細工できた。失踪者の名はホールジー。普通の観客だけど事前にいろいろ計画してたかも。あの音は犯人
と失踪した少女、あの通気口を二人で同時に通ろうとするのは無理がある。それに行き詰まったら考え方を変えればいい。マジックと一緒さ。最終的に見えるものはきっとマジシャンのトリックとはかけ離れているように見えるはずだよ。ホールジーを失踪させる方法が分かれば。そうだな、それが分かれば話は早いんだけど、地下道の出入り口の3つはどれもありえなさそうだよな。マジックじゃあるまいし、生きた人間が舞台上のリネットが水槽から消えたみたいにいなくなっちゃうわけないだろ。失礼だが、親愛なる諸君、観客たちが待ちくたびれていることに気づいていないのかい？この歌劇場で場をしらけさせることほど大きな罪はないよ。被告人側に有益な発言ができないならば、次の段階へ移る。その間、リネはずっと地下道にいなかった。犯人に残された時間はたっぷりあった。あの音は、犯人と失踪した少女、ホールジーのいさかいによるものかもしれない。死者の名は、コーエル。リネのアシスタントで、あの通気口を二人でど、花瓶は偶然割れたわけじゃない。最も重要な犯罪の証拠、水を隠すために使われたんだ。お前の言いたいこと、オイラにも分かったぞ。ホールジーが誘拐されたんじゃなく消え去ったなら、全部あの水槽脱出のマジック、リネットがオイラたちの目の前で消えて服だけを残したのと同じだ。もし人を水に変える方法があるなら。待った君、自分の言ってることがいかに馬鹿げてるか気づけるといいね。人が水に変わる、そんなことあるわけがないだろう。あれはマジックだ。現実にあってたまるか。果たしてそんな必要があるのかね。そっちのリネ君は真相を一番よく知ってるはずだ。マジックなど所詮は一種の目くらまし。しかし事件の中のホールジーは正真正銘消えたんだ。同一に語れるわけがないだろう。いえ、それでも僕は旅人の判断を信じます。真相は必ず存在する。不合理なところが全てそこに集まれば、新たな発想が生まれるかもしれない。彼は死者だから。これまで僕たちは彼にあまり目を向けていなかった。しかし事件の解決に進展がない今、死者の手荷物を調べることくらい難しいことではないはずです。熱烈な策しか思いつかなくなるものだね。こんな無意味な捜査の拡大など時間稼ぎにしか思えないけど、これは代理人の合理的な訴えであり、現段階で事件の結論が出そうにない以上、証拠を増やせることは審判の進展に有益である。警察隊を休憩室に送り、
使者コーエルの手荷物を操作させたまえ。捜査は継続中だが、重要な進展があったため、この場にいる皆さんに共有します。コーエルの荷物からは液体の入った試験管が何本も見つかり、それぞれにはラベルが貼られていました。バッグにあったノートでは、これらの液体は原子大海の水と書かれています。原子大海の水。ノートによれば、コーエルはとある違法薬物の密売組織に所属していたようで、協力して計画を実行していた共犯者がいました。またノートには安全に使用するための注意事項が多く書かれており、溶かすというキーワードが何度も出てきます。ある試験管にはエピクレシス過激状と昨日の日付が書かれており、中身は使い果たした模様。ノートにはさらに、この妖怪特性はフォンテーヌ人に対してのみ効果を発揮できると記載されています。おそらくホールジーは実験台に選ばれたんでしょう。したがって俺たちはリネ側が提出した推測にはそれを裏付ける十分な証拠があると考えています。おいおい、人が水に溶かされるなんて冗談だろ。こんな馬鹿げたことがまさか本当だったの？おい待てよ、例の予言を彷彿とさせるような気がするが、ただの偶然だよな。人は水になれる、だから水槽の本当の目的は水たまりを隠すこと。コーエルはあの少女に目をつけて。待って、まさか。あんたたち早くこっちに。お嬢様、お待ちください。相棒のことはどうなさいますか？とにかく今は私についてきて、私の顔を信じて。静粛に。全ての者にとって衝撃的な発見であったが、現時点ではこの手がかりの真偽を確認する術がない。行方不明になったホールジーがまだ見つかっていない以上、当法廷ではこの手がかりの内容を暫定的に有効とみなす。警察隊はこの手がかりに沿って調査を続けてくれ。被告人リネ、君たちの推測は裏付けられた。話を続けたな。ねえ、ありがとうございます、大審判官。この推測が成立して、無関係に見えていた多くの糸がつながりました。そうだな。例えばずっとはっきりしてなかったあのロープについてたフックのこともよく考えるんだ。コーエルの手口はきっと原子大海の水と関わってるはずだぞ。死者の名はコーエル。証拠隠蔽のための水槽が原因で命を落とすことになる。
一理あるな。これでずっと疑問だったいろんな証拠もつながったね。まずい、僕も奴らの推理は理にかなってると思ってしまったぞ。まさか本当に無実の者に濡れ衣を着せてしまったのか。恥ずかしすぎる。どうやら今解決していない唯一の問題は、当時コーエルがどんな状況にあり、それがどう彼の死につながったかということのようですね。彼のノートによれば、彼には共犯者がいた。まさかその共犯者と何か関係あるのでしょうか。たった今、ある警察隊員から連絡が入った。新しく見つかった証拠を提供したいとのことだ。部隊の真ん中に来てもらい、調査の状況を説明してもらおう。大審判官、ありがとうございます。ついさっき他の関係者の荷物を調べさせたところ、リネのバッグの中からコーエルが持っていた原始大海の水と全く同じものを見つけました。バカなの。ありえない。なんと劇的なシーンだろうね。反撃に使うはずの弾丸がかえって自分自身に致命傷を与えてしまうとは。さて、全ての疑問が解決したね。親愛なる民よ、忠実なる観客よ、この僕が僕の推理によって今回の事件に終止符を打ってあげよう。まずリネ君は少女が溶かされることに一切関与する必要はないため、地下道に入ると通気口を使って去っていった。彼のアシスタントであるコーエルはその時点でマジック道具への細工を終えており、原始大海の水を使ってホールジーを溶かした。しかし邪念を抱くリネ君は引き返した時、この手柄を独り占めにしようと自らの仲間をも片付けてしまうことにした。結果リネ君はコーエルを気絶させ、本来の痕跡を隠すための仕掛けでさえ殺人の道具へと化したのさ。このような残酷で露骨な結論を出すのは実に心苦しいが、かの有名なファデュイはきっとそれほど冷血で非情な組織なのだろうね、リネ君。証拠はもう使い切った。説得力のある反論はできそうにない。もはやここまで。審判官殿、ご覧の通りもうすでに。みんなちょっと待って、私の話を聞いてちょうだい。静粛に。お嬢さん、審判では秩序を守っていただきたい。まあまあ、私が口を挟んだのにはそれなりの理由があるんだから待ってよ。ほら、弁論ばっかり聞いててみんなも疲れたでしょ。マジックショーもう一つ見てみたくない？消えた少女をもう一度目の前に出現させるマジックショーをね。じゃあお願い、リネ。何を言ってるの？お嬢さん、がっかりさせるかもしれないけど、そういう奇跡を作り出すことはいくら僕が魔術師でもできやしないよ。ねえ大魔術師さん、マジックで最も重要なポイントは人を惑わすことでしょ。人々の目に映るマジックはいつも真実を隠し、面白く、そして偽りの事象だけを見せる。でも
みんなが偽りの事象を真実だと思った瞬間、その魔術もまた人々の目には真実として映るんじゃない？そしてそんなマジックこそ一番素晴らしく今日のフィナーレにふさわしいと言えるでしょ。さあリレリレット、もう一度やってみて。安心して、スピナリロースらは悩めるあんたたちのためにもう準備を整えてあるから。あんたたちこそ舞台のスポットライトを浴びるべき存在、魔術の創造者。最後のショーはあんたたちが主演を務めないとね。分かったよ。じゃじゃーん。どうも。まさかあれって失踪したホールジー、人が解けるなんてやっぱり嘘だったってことか。先に言っておくけど、法廷で本当のことを証言したら罪が軽くなるってその人から聞いて、それでここに来たの。さっきまでずっと外で隠れながらこの裁判を傍聴してた。私が審判されるんじゃないかって怖くて怖くて。だから誰にもバレてないことを知ってほっとした。でも気づいたらこの人に捕まってて。ふふん、私たち3人のことは甘く見ないでちょうだい。どこから話したらいいか。とにかくごめん。コーベルを殺したのは私なの。は？何？どうして？私本当はホールジーじゃなくて、本名はリリア、モンド出身なの。リネのショーがすごいって聞いたから見たかったんだけど、チケットを買えなかったから1枚すったのよ。それが私の本業でね。スリなんて朝飯前ってわけ。今まで一度だって捕まったことがないわ。でもそれがまさか先日ロマリタイムハーバーで私のスリに気づく人がいるなんてね。その時はなんとか逃げ切ったけど、私を追ってきた人の中にそこのリネがいたのよ。あ、どっかで見た覚えがあると思ったらあの時の泥棒か。お前の身のこなしがすごかったって確かリネが褒めてたよな。まあなんとかあの場は乗り切ったんだけど、ショーを見に行ったらまさか今度はあの抽選機に選ばれるなんてね。しかも彼がメロピデ要塞なんて口にするし。だってそこって韓国でしょ。てっきり目をつけられたんだと思ってびっくりしちゃって。だからまずは合わせるふりして隙を見て逃げようとしたの。けど急に水をかけられた上に誰かが地下道に入ってきて私を捕まえようとするし、そのまま捕まるなんてごめんだったからさ、その人を気絶させて箱に入れたんだ。ただ逃げ道がなくって、だから服を着替えてショーの衣装ケースの中に隠れることにしたので、最初の警察隊員が現場に駆けつけたタイミングで私は隙を見て抜け出して、それからは歌劇場内で身を潜めてたってわけ。おお、あの中に人って隠れられるもんなのか。でも誓って水槽が落ちてくるなんて知らなかった。絶対絶対にね。こうなるって知ってたら彼をマジックボックスに入れはしなかったわ。盗みはするけど殺人になんて絶対手を染めないから。ここまで来てやっと事件の全貌が見えてきたな。今度はリリアの視点で最初から最後まで事件を振り返ってみよう。
これは有効な反論に。いつの間にか二つなくなってたけど、お腹を空かせたこの子に食べられてたってわけか。まったく、本当に泥棒の天才ね。これで地下道で何が起きたのか、はっきりしたな。そういうことだったのね。素晴らしいわ、ブラボー。被告人側の主張に対して異議はあるかね、フリーなど。何も言うことはないのか、フリーなど。ちなみに、審判が終わるまで原告側は退廷できない決まりだ。なんで僕の考えが分かったんだ？はぁ、意義はない。僕の負けだよ。まったく、わざわざ聞かなくてもいいだろ。僕にだってメンツってもんがあるんだぞ。空気が抜けた風船みたいに一気にしぼんじゃったぞ。では意義がなければ、フォンテーヌの最高審判官である私がこの事件の一部始終をここで振り返らせていただこう。少女失踪事件の真犯人であるコーウェルは観客リストから次のターゲットを選んだ。抽選機にあらかじめ細工を施しておけば、そのターゲットの少女は必ず選出される。また犯行の痕跡を消すため、コーウェルは水槽を落とすことで少女が溶けた後に残る水を隠そうと画策した。それをなすために、水槽を吊っていたロープに細工し、ショーの最後に打ち上げる花火を利用したのだろう。
そして彼は少女を溶かすために風船にもある細工をした。そう、原始大海の水を入れたのだ。それをショーの準備中、マジックボックスの上板へと結びつけた。最後にコーエルは少女をマジックボックスに入れる際、あらかじめ用意しておいたフック付きロープを扉の隙間に通した。マジックショーが始まり、少女の入ったマジックボックスが地下道に入るとフック付きロープが引っ張られるという仕組みだ。それにより原始大海の水を入れた風船を割ったのだろう。無論当初のプランではこのタイミングで少女は溶けるはずだった。だがリリアは本邸の陣ではない。さらに彼女はマジックボックスから逃げ出したのだ。大きな物音とともにな。異変に気づいたコーエルは地下道に入るとリリアに遭遇した。そこで彼はある勘違いをしてしまう。原始大海の水に即効性はない。そしてそのまま計画を続行すると決めた。しかし相手は思いもよらぬ犯行を見せる。格闘の末に彼は気絶させられマジックボックスに入れられた。そうして最終的に彼は被害者となった。一方リリアは先ほど彼女が述べた通り地下道で着替えて身を隠すことにした。ショーが終わった後は歌劇場の他の場所に移って隠れていたというわけだ。その間被告人リネはずっと歌劇場の地下にいた。ゆえに地下道で起こったことを知らなかったのだろう。こうして事件の全貌を振り返るに被告人は無罪と見るべきだ。よかったな、リネ、リネット。ただしリリアと被告人リネの行為に関しては別途審議をする必要があるが、本一件はもう諭旨裁定カーディナルに最終判断を任せていいだろう。よってこれにて判決を言い渡す。被告人リネ並びにリネットを無罪とする。ひひ、名探偵パイモンの大勝利だぜ。やるじゃん、さすが私の相棒。ありがとうみんな、本当にありがとう。では警察隊員ボーン殿、説明してもらおうか。君はどうやってリネ君の荷物から原始大海の水を見つけたのだ。そうだそうだ、そのせいで僕は誤った判断をしたんだからな。それともまさかここで嘘の証言をしたっていうのか。だとしたらいい度胸だ。コーベルのメモにあった仲間とはイネ君ではなく君のことだな。私は、君はよくわかっているはずだ。どうすれば罰が軽くなるかをな。ほら、さっさと吐け。出ないと一生特別許可券と仲良く過ごすことになるぞ。私はただ言われた通りにしただけなんだ。リリに連続少女失踪事件の濡れ衣を着せ、ソディに容疑をかぶせる絶好の機会だろ。そう上から言われて。計画が露見し原始大海の水の秘密も公になった今、そちらのトップはもう君のことをリスクの一部として見始めているだろう。最も賢明な選択は警察隊の保護を得るためにも包み隠さず全てを白状することだ。ああ、言おう。全て話そう。原始大海の水に人を溶かす効果があると気づいたのはうちのドンだ。しかもこの原始大海の水っていうのは薬にもなる。限りなく水で薄めて飲むと人は気分が高揚するんだ。それはもう嫌みつきになるくらいにな。私たちはずっとこれを売ってきた。随分と儲けさせてもらったよ。連続少女失踪事件もドンが計画したもので、そのドンってのはあの、
これって口封じってやつだよね。なんて残酷なやつら。なんと浅はかであるまじき愚行。この場にいる者を皆すぐに改めよ。顔だって見たくないって気持ちはわかるけど、君は僕がファデュイだと知りながらも最後まで僕のために弁護し無罪にまでしてくれた。改めてお礼を言わせてほしい。そっか。でもいずれにせよ君には面と向かってちゃんと話をさせてほしい。僕は別に目的や下心があって君と接触してたわけじゃないんだ。これまでずっとリネという一人の人間として君に接してきた。ファデュイに身を置いてるのは僕みたいな孤児とハウス・オブ・ハースの利益が一致したからに過ぎない。あの時僕たちのお父様が、つまり召使い様が僕を迎えてくれたのもそういった理由で。召使いってファデュイの執行官のことだよな。ハウス・オブ・ハースを管理してるって聞いたことあるけど、お前のお父さんだったのか。ああ、そのもうここまで聞いてもらったんだ。僕の過去についても話させてほしい。昔両親を亡くした僕とリネとは二人して路頭をさまようしかなかった。だから生計を立てるためにも路上でパフォーマンスするマジシャンを観察することにしたんだ。何日も観察してようやくその巧妙なトリックを見抜いたよ。僕は妹を連れてそこからいくつか通りを挟んだ先の人が行き交う街角で試しにマジックショーを始めてみた。ショーは思いのほか受けが良くてね。食事の問題はひとまず解決したよ。けどやっぱり妹には僕と同じように野宿してほしくなかった。でもそれからすぐにある一人の貴族が僕を訪ねてきたんだ。ショーを見て僕たちを養子にしたいと言ってくれた。孤児からいきなり貴族の養子になったのか。ああ、運がまた僕たちの味方をして苦しい日々とさようならできると。僕たちも最初はそう思ったよ。でも養子を取ったのはその人がただ僕のマジックの才能に目をつけただけだったと分かった。彼は人の目を引くために僕を様々なパーティーに出席させてね。そして社交界でコネを広げようとしたんだ。それも別に悪くないんじゃないか。少なくとも路上で生活するよりはマシだろ。後になって気づいたんだ。あの貴族たちの闇は僕たちが思っているよりもずっと深いってね。あるパーティーでのショーが終わった後、僕はリネットが同じ車に乗っていないことに気づいた。家に着いてしばらく経ってもリネットは帰ってこなかった。だから僕はその貴族の寝室に行って妹はどうしたんだと聞いたんだ。するとそいつはこう答えた。パーティーである大物のお眼鏡にかなってな、贈り物として差し上げたんだ。助手を変えてもマジックはできるだろうって。え、まさかそいつ、ファンテーヌの法律でそういったやつって裁けないのかよ。外の人間から見れば単なる養子縁組の関係だからね。調査をごまかす方法はいくらでもあるさ。その大物とやらの邸宅の場所を聞き出してすぐに向かったよ。
警備の目を盗んで塀を越え邸宅に入ったけど、そこには月明かりに照らされた床の血痕と暗闇に佇む召使い様の姿があるだけだった。召使いがもうそいつを始末してたってことか。うん、リネットが被害に遭う前にあの方が救ってくれたんだ。そして地下室からは閉じ込められてた女の子が数人見つかった。全員両親のいない孤児だったよ。お父様、いや召使い様は多分僕の素質を見て迎え入れてくれたんだと思う。君と私たちの利益は一致しているはずだ。ハウスオブハースは君を歓迎しよう。君はここで裏切られることはない。そして裏切りも一切容認しないって。貴族に裏切られたばかりの僕からするとその言葉をすぐに鵜呑みにはできなかった。でもその直後に召使い様は僕を養子にした貴族を始末して僕に自由を返してくれた。それでお前と妹はハウスオブハースに入ったってわけか。召使い様には何かご自身の計画があるみたいだ。あの方はスネージナや女皇の許可を得てる。フォンテーヌの神の心を奪った後、召使い様はその力を使ってまず予言を打ち破りこの国を救う方法を探すつもりなんだ。つまりそいつも予言が本物だって信じてるのか。そう、ハウスオブハースは全力で予言の危機に抗おうとしてる。そして今日の事件はフォンテーヌ人が特定の水に溶けることを証明し予言を裏付ける新たな根拠となった。ハウスオブハースは召使い様も含めてみんなフォンテーヌ人なんだ。僕たちは自分の故郷を守ることを諦めない。何せ僕たち個人にとってこの世界とのつながりは家族であるみんな以外にもう故郷しか残っていないからね。マジックポケットを配ることから神の心を盗むことまで全て予言をどうにかするためにやってたことなのか。大丈夫、分かってるよ。僕もただ言いたいことを伝えたかっただけだから。でもたとえハウスオブハースにいても僕は一度だって自分の意志を手放したことはない。僕はずっと正しいと思うことをしてきたんだ。これだけはどうか分かってほしい。この先もし何か手伝えることがあったらいつでも僕を訪ねて。リネとして君を助けるよ。情報提供者から知らせがあったわ。うん、どうやらまた新たな変数が現れたようね。ちょっと、はあはあ、やっと見つけた。裁判が終わった途端に姿を消すんだから。なんだナビア、オイラたちを探してたのか。この事件はまだ終わってないでしょ。私たちはこれで連続少女失踪事件の真実にまた一歩近づけた。そうだよね。ん？どうかした？相棒。それにこういう数十年も未解決だった事件を
本当にオイラたちの力で解決できるもんなのか。今回新しい手がかりが見つかったわけだし、水神の部下が芋づる式で解決してくれると思うぞ。え？そっか。うん。その返しは予想してなかったけど。でもまあ、あんたたちって、フォンテーヌに来たばかりの旅人だもんね。ごめん。勝手に一人で舞い上がっちゃって。いやいや、ナビア。謝る必要ないって。あんたたちと事件を調査してる時間は楽しかったよ。なんていうか、その、うん。まるで淀んだ水に新たな流れを、新たな希望を注いでいくかのようで、水に映った影がだんだん鮮明になっていって。あははは、あたしってばすぐ感傷的になっちゃうんだ。気にしないで。あ、そうだ、送別会やろ。え、律儀にわざわざそんなもんを。あらゆる大切な思い出に悔いを残すことなく、完璧なピリオドを打ちたいの、あたしは。それに、ただ食事するだけで、あまり時間は取らせないから。ボスのナビアがおごってくれるってんだ。オイラは喜んで食べに行くぞ。そう、あれこれ考えるなって。それじゃあ、まずはフォンテール邸に戻って、それから一緒に、ホテルデュボールへ向かいましょう。そしたら、ちょうど夕食の時間に間に合うだろうから。